皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。まあ夏ですねっていうぐらいの暑さと青空と入道雲ですけども、今日はもう僕はもう一年中もうルーティンとして欠かさないスムージーとあとはベーコンエピを食べて会社にやってきましたけども、おやおやおや、話が違いますね。もう本当ね、夏でも冬でも季節が変わってもこのルーティンだけも絶対変えないから、まあ、いつもと変わらない気持ちで番組に臨めていますよっていうことですね。天気がねいかに変わろうとも、うん、そうです、スムージーとベーコンエピを欠かさず食べてるんですよ。もう飽きないですよね。うん。でほらあれちょっとこう、はい、まあ爪みたいなちょっと恐竜の爪みたいな感じのが、はい、こう葉っぱみたいにこうくっついてる。そうですね、5個ぐらいこう、あれ1個ずつちぎって、でちょっと半分食べて、でまた残り半分食べて、またちぎって半分食べて、また半分食べてみたい、で3つぐらいですかね。はい、そのぐらいでやめとかないとほらやっぱり炭水化物とかも取っちゃいけないなと思ってるので、まだただまあ動物性の その油とかもベーコンで入ってるするから、力がみなぎります。だから本当にベーコンエピに俺やっぱ俺の体作られてるなっていう感じがすごいしてね。昨日ベーコンエピって何って言ってた人が一日でこうも変わりますか。いやほらまあ言いにくいけどもラジオ機の皆さんとかがすごい庶民派っていうか、まあどちらかというとダメな方々、そんなことないです。横文字に弱い方、難しい横文字が増えました最近、だからベーコンエピとかっていうともう全部横文字じゃん。あ、そうですね。だから無理かなと思って、まあ、そっち側につこう、だから大衆につこうと思って昨日喋ってましたけどもちょっとやっぱもう言わずにはいられませんでした。ベーコンエピ大好き。昨日ね、その番組終わった後に、気象予報士の音藤さんが、まあ乗り込んできて、スタジオに、いやもうすごい剣幕でしたよ。そうでしたね、もう本当半沢直樹ばりの剣幕で再び乗り込んで来られたんですけど、なんか紙袋みたいなのを、下げてて、で中から取り出したのが2つのベーコンエピ、ね、いやそれでだからまあ普通に渡してくれればよかったけど、床に置いたじゃないですか音藤が。いや床に置いてない。で拾えって言った食べたかったら拾えって言ったじゃないですか。で俺ああいうことってよくないと思うよね。いやいや普通に手渡してくださいました。ものすごい実は丁寧に人の気持ちをもてあそぶわけじゃないですか。まあね、だからすごいもう喉から手が出るほど多分広島中が昨日、ベーコンエピを探したと思うんですよ。売れたかもしれません ね、そういう状況で俺は全然知らなかったわけです、ベーコンエピをね、正直ね、ベーコンとエピは知ってました。ただベーコンエピって混ざってるっていうのがパイナップルペンみたいに全然あそれ一緒になるんだみたいな、はい、思ったわけです、で初めて見たわけです、そのベーコンエピを。そうですね、そのベーコンエピを床に置いて欲しかったら取れって言ったあの音藤が僕は本当憎かったけどありがとうございましたって言って受け取りましたね。そうですよね、その時に横山さんは、あこれがベーコンエピ、あ全然俺のランキングに入ってこない、で言ってましたけど、いや、俺本当に見たことなかった、ベーコンエピです。それで昨日、まあまあの人たちから知らないんですかとか定番ですよねみたいなことをすごい言われたし、メールも来たの。俺、お前たち本当に洒落たパン屋に行ってんだなと思った。俺見たことなくってベーコンエピを。はいはい、ありますよ、結構メジャーですって。それで昨日ネット検索でベーコンエピ画像って打ったの、もうすごいいっぱい出てきて、うわーって出てきて、もう気持ち悪いって思って。それ検索したのは自分じゃないですか。ほんと知らなかった。確かにいろんな形のベーコンエピありますけど、食べましたか。だって昨日クックパッドでベーコンエピの作り方とかも見たもんね。いや作りました。超強力粉が必要なんだとかさ。硬いですからねエピ自体がね。びっくり。あなるほど、あそっか寝かせなきゃいけねえのか、30度で20分から30分、あそういうのとか二次発酵とかいるんだね。そりゃいりますよ。週末お盆にちょっとベーコンエピ作ろうと思ったのに、めんどくさそうだからやめようと思って。パン作りな
なんかしたことなさそうなのに。美味しかったですか。でも美味しかったですね。でしょ、うん、ベーコンエピは美味しい。飽きないんです。あの塩味と、もうしっかりした、うんうんうん、カリッとしたパンの具合がもう進むんですよ。ただパンを3つ買っていいよって言われたら選ばないですね。まだ言ってる。これは本当に選ばないです。まだ言ってる。まだ言ってる。本当ですか、うん、私は入ります。ベーコン、あーそう、はい、いやだったらまだいっぱいいろいろありますよ。サンライズとかさ、あ、メロンパンとかね、はい、まあ、卵ドーナツとかそうです。美味しいですよね。ソーセージが入ってるものもあるし、あとそのマヨネーズとバターと、はい、あとコーンとかの分とか、うん、はいはい、マヨコーンみたいな、いっぱいあるじゃないですか、いろんなのが、はい、惣菜系のもの、甘いもの、はい、ちょっと塩辛いものとか、あとサンドイッチ系もあったりとかするじゃないですか、はい、そうですよね。あれさ、パンを食べるときはコーヒー牛乳とかじゃなくてやっぱ牛乳がいいよね。まあ確かにそうですね。いやでも私普通にお茶とかで食べますね。あ、なんかめんどくさいなと思うんですよ。そこは乗れよ。そこはそうですね、私も欠かせませんに来い。お茶ですとか言う。じゃピザ食うときとかにも、もう 100% コーラじゃん。お茶です。お前の爪を全部ベーコンエピにしてやりたいわ。いやだ、もう何もつかめないように。そしてもう考え事をするとき手を近づけたらベーコン臭い指がっていう指にしてやりたい。怖いです、怖いです。俺たこ焼きもそうなのよ。たこ焼きのときもコーラを飲みたいの。あ、だからたこ焼き屋さんで、はい、時たま月に1回ぐらいはあの西広島駅の前のところに買いに行くのよ、はい、うん、で会社を出るときに電話すんの。ごめんっつって、あ、はいはい、作り置きしてとかっつって、迷ったこっつって、はい、で作り置きしてもらって、で行って取って、で帰りにコーラも買って帰る。でコーラとたこ焼きを食べたい。いやあんまり私の中には感覚としてはないです。ああ、だから映画見るときも、例えばポップコーンとコーラみたいな定番の組み合わせあるじゃないですか。ああ、もう別にそんなに。ああ、俺はでも映画館行くときはもうベーコン、牛乳張り込みてか。でも、いや朝じゃないです。トレンチコートの襟立てたりとかして、ちょっと周り見られないようにこうこそこそ映画館に入っていくっていうのが。見られていいですよ別に。だってほら映画館指定の食べ物じゃないものを持って入るからさ、ま、そうですね、それはダメですね。そうなの。いやでも昨日ね、はい、ああやってなんかほらものすごいパンをいただいたし、で一昨日もそうだったので、昨日実は放送終了後もなんか並ばないと買えないパンとかを俺買えろうと思って、はい、受付の前を通り過ぎようと思ったら、あの受付の女の人が、あ、横山さんちょうどよかったっつって、今リスナーの方が来られて、はい、これを横山さんにって言って、パンを3斤いただいた。3斤でチョコレート、チーズ、あとなんかラタトゥイユ、ラタトゥイユ、あ、お、3種類トマトベースの、があって、はい、それで俺、あ、もう帰るのにパン3斤もらってもしょうがないじゃん。まあ食べきれないですよね。だって夕方にそんなパンがあったらなんか売り切れ続出のパン屋より俺んちの方がパンがあるみたいになるじゃん。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、すごいいっぱいあるのよ、はい、それで、あ、これはちょっと一回3階に上がろうっつって、だから河村とかいなかったの、はい、でいたのが手島だけだったの、うん、だから手島にお前パンやるよっつって、今リスナーからもらったからっつって、ただ3個ある中の1個だけ俺んちょうだいっつって、はい、で選んだのこれ、で俺はチョコレート、うん、甘いのね、あ、選んだの、はい、で家に持って帰って、でベーコンエピ、おとふじがくれたものもあるじゃない、はい、おとふじさんのベーコン、で家帰ったらうちに住まう人がさ、たまたまこの番組を聞いたみたいで、はい、車の中で、え、なんか今日パンの特集やってたから美味しいパン屋さんからパン買ってきたよって言われて、本当にうちっぽい、ってパンだらけ。もう横山夏のパン祭りみたいになってて、お皿がもらえるんじゃないの、これ以上パンがあったらっていうぐらいパンで、はいはいはい、あ、でそれこそあのトマトケチャップテイストの、うん、はい、ラタトゥーユみたいなのを作って、でそれでもうパンをひたすら食べる、作ったんですから、ラタトゥーユ、チョコレートをもらって帰ったから、はい、あ、でそのフランスパンみたいなのもある、はい、であと
なナチョスみたいなのも買ってきて、はあ、つけて食べるタイプ、はあ、あったりとか、ええ、でリスナーさんからいただいた分、はい、とかもうほんとすごいあったの。だからこのパンこのパンだから5種類のパンが並んでた。うわーすごいお店、はあ、で食べ過ぎて俺もうほんと7時半ぐらい夜の、はい、吐くかもって思ってパンを食べ過ぎて吐くかも。幸せなことですね、うん、でもねリスナーさんからもいただいて本当にもう今日はどんなパンが来るのかなって、はい、楽しみにしてますか。いやそれだけあったらもう必要ないと思いますよ。でもですねラジオネームホットカレンのゆず茶さんです、はい、初めてメールしますといただきましたが、今日昨日ですね昨日10時に横山モーデに誰も来ていないと言われたのでパンを持っていこうと思いました、はい、運よく仕事も早く終わりバイクで急いで向かいました、うん、お盆ということで車が多く渋滞にはまりギリギリで間に合うかと思っていたのですがダメでした、はい、また次にチャンスがあればチャレンジしますので待っていてください。ってことはパンを買ったけど来なかったってこと。え、はい、間に合わなかったみたいです。大丈夫取り置きでいいんだから置いといてもらったら受け取るからそれじゃあね横山モーデの意味もないですからね。ただのパンの宅配になるよね。ウーバーイーツみたいなことになるよね。そうですね。いや申し訳ないですよ本当に。いやそれは思った。いや本当にだってね、昨日そのチョコレートパン持って帰ったの、はい、でなんか焼き印刻印みたいなのが B ってしてあって、でこの B って書いてある、はい、焼いてある方を正面に切ってもらったらそのチョコレートの渦が綺麗に出ます。へえ。そういうのが指示があって、で説明書とかも、はい、写真とかもあったんだけど本当に並ばないと買えないとこなんだって。でそこで3種類のパンを買ってくださってたから、あの炎天下の中並ばれたんだなとか、そうですね、あとお金を使わせてしまったんだなっていうのを考えた時に、まあ俺も買えないわけじゃないのでもしあれだったら本当お金さえもらったら俺買いに行くから立場逆でもいいからと思って、本当気を使わなくていいですよと思った。そうですね、お金さえ使ってくれたら本当に気は使わない。だから前澤的なやつ、もっとゾゾ前澤みたいな、あの全然気とか使ってないし気持ちもないけどお金使うよみたいな感じのあのラフさが欲しいですよね。いらないです、いらないです。本当この番組でのねお付き合いで本当十分すぎるぐらい支えていただいてますからね。お付き合いといえば、はい、昨日そのもう本当にやばい本当に吐くかもと思って、ちょっと休んだの、はい、1時間ぐらい涼んだの、はい、でゴロゴロしてやばいちょっとこれ今日ウォーキングできんかもしれんっていうぐらいお腹が張ってたの、はいはい、いやでもここで気を緩ませてはいけないと、はい、パンをこれだけ食べたんだから逆に今日みたいな日歩いた方がいいなと思ってだと思います、はい、で8時半ぐらいから歩き出したんですよ、うん、でグレーの灰色の T シャツを着て歩いたんですけど、はい、風もほとんどなくって歩き出しても5分10分ぐらいでもうびっちょりもう灰色の T シャツが黒く見えるぐらい汗が出て、はい、で1時間以上歩いたので、一番最初北に向かって歩いて、はい、で折り返しなので今度は南側に向かって戻ってくる、で南側のうちの近くまで来たら今度は西側に向かって歩いて、で今度は東側に向かったら家に帰り着くみたいな。なるほど、すごい東西南北、はい、でね、9時44分の段階で、俺は西に向かって歩いてた、はい、でずっと気になっててほら今流星群がすごいから、ね、はい、ちょっとあの薄暗めの公園をずっと歩いてて、途中でベンチがあったりとかすると暑いなーとかって思いながらあの星を眺めて、はい、で休憩してちくしょう見えねえかとかって思いながら、ええ、でまた歩いて、はい、でまたしばらくして歩いてまたベンチとか見つけたら座って見てねえなーとかって思ってたら9時44分東の空にすっげえでっけえ流れ星がドワーンって流れたの、ちょうど正面、ほんと正面の、はいはい、びっくりした、むちゃくちゃでっかいの、多分石油コンビナートぐらい、もういやそれはタッコングが出てきてうーわーってもうやった石油コンビナートぐらいの、 あの海岸べりとかにあるじゃん、まん丸いやつ、あれぐらいのブーンって目の前を、あっちと思った、近い近い、すごかったそうですか、昨日も
見られるって言ってましたもんね。大興奮。そんな大きいのが見られたんだ。だって前の日のは俺2つ見たのね。だから、はい、前の日、でそれは右隅にサッて抜けたのと、うんうん、はい、右45度近いところぐらいにスーッてこう自分に向かって飛んできますみたいな感じがあって、でもちょっと視界から外れてたの、はいはい、今回は見上げた目の前ダーンみたいな感じ、うわーって言ったもん。いいなー、羨ましい。いやびっくり、あんな大きいんだね。そうなんですね、見てみたかった。すごかったな。でもリスナーさんからもやっぱりいっぱい届いてますよ、ラジオネームゴリゴ13さんです。昨日実家の島に墓参りに行き、そのまま一泊しています、うん、田舎なので昨日よりもペルセウス座流星群の流れ星がたくさん見えるのではと期待して、うん、9時過ぎに外に出たところ、なんと5個の流れ星を見ることができました、はい、見える方角は同じなのですが、いろんな角度に落ちていき、尻尾も長いものから短いものまでありました、うん、流星群ってすごいですねとか。紫波町で見たの。みたいですよ、ひょっとしたら5つ見た星の中の1個は聖老ひろ子だったかもしれないですね。紫波で見る星ってやっぱり一番は聖老なんですよ。確かに、うん、紫波のスター。だから多分一番最初見た星は聖老がいやー飛んでいる聖老、燃えながら飛んでる、あっちって言いながら飛んでる聖老だったと思う。そうですね、紫波町であれば。確かに、もしかしたら紫波町の聖老さんが、うん、昨日の横山さんのあの大きい流れ星見えたかもしれないですね。そうだね、うん、いいね、紫波町か。聖老と同じ場所にいるっていうだけでもチンチンが立つよね。いやいやいや、なんて雑ないじりをしますか。続いてムーミン3号さんです、はい、昨日と一昨日の夜は流星群を見られる可能性にかけてみようと、私は夜勤でしたが休憩時間にふと夜空を見上げてみました。でも月は見えたのですが、肝心の流星群どころか星空も見えず、うん、がっかりな気持ちを夜勤の仕事疲れの汗とともに流してしまえとシャワーを浴び、仕事疲れを今 RCC ラジオで癒しています。はい、木々こもごもですよ。場所によって曇ってたりするんだね。まあそうですよね。昨日広島のだからど真ん中とかは意外と空気が澄んでて、街中でもこのぐらい星が見えるんだよねとか思ったし、あとフェイスブックツイッターとかで、はい、その街中は星が見づらいよとかってつぶやいてた人いっぱいいたけど、いやまんざらでもねえぜ広島のその夜空ってちょっと思うぐらい綺麗にくっきりに解像度高いなとかって感じで見えたから、あ、そっか、曇ってたってことがあんだね。あるんでしょうね。まあ時間帯とかもあるでしょうけどね、うん、あなたの心が曇っていたっていうこともあったりとかね。そんなことはないですよ、うん、あとまあ、 見たという体でね、はい、いやなんか見上げたけどあれでしたわ、見えませんでしたわとかってチラッと見ただけだろみたいな、うんうんうん、そんなことかもしれないですよね。乗っかりたい人かもしれない。夜勤の仕事疲れあります。疲れてたから寝たくでも私見ようと思ってたんですよ昨日。待って、見上げてない、この流星祭りに乗っかってないってこと。忘れてました、昨日。嘘でしょ。忘れてた。何してんの今日ここ来て。ああ、あのメールを見て、うん、あ、昨日もそうだったって思う。どんな日常ねえ、どんな日常を送ってんの。昨日私にはペルセウス座流星群よりも大事なあるイベントが昨日の夜あったんです、うん、それは何かというと、うん、中根さんのバジルを調理して食べることです。あの雑巾を絞られてでおなじみのバジルだよね。すごくバジルの香りが豊かなバジルを一昨日いただいたので、はい、あ、じゃあ今日食べようと思って、うん、でパスタにしていただきました。帰り道に、うん、だから本当はそのトマトとゆでだこ、うんでオリーブオイル食べようと思ったんですけど、はいはい、あのスーパーでタコがもう売り切れてて、うんうん、どうしようかなと思った結果生ハムに変え、あはは、だからトマトと生ハムとバジル、うん、でオリーブオイルと、はい、粉チーズとか、うん、塩コショウとか、はい、いろいろしていただきました、うん、へー、これがもう絶対これをするって決めてたから、バジったバジりました、うんうんうん、だからもうペルセウス座流星群とかもうどこへやらピョーンとできました。バジった後ね、えその食事後の流星っていうのも見られたわけじゃないですか、はい、まあ、そうですね、うん、時間帯としてはね、はい、遅かったですもんね夜。でもなんか見られなかったっていう人たちっていっぱいいるんだなってやっぱ思ったし、はい、あと
あのうちにね女の人がいるのよ、何人か数人か数人いるんですか。7、8人うちに女の人が 7、8人いるんだけど、その中の一人の人、はい、よく俺に一番話しかける人が昨日も40分外で見てた、一昨日も1時間外で見てたけど1時間も1個も見られなかったって暑いだけだったわって言ってた。で俺はそ9時44分に東の空にものすごいでっかいの見たから、もうウォーキングから帰った段階でもう興奮して すごいの見れたんだけどって言って、だから私ずっと汗だくで見とんじゃけど何にも見れないけどって言ってて、あ人によるんだなと思って。そうですよ、だから本当見られた人ばかりじゃない、どちらかというと見られなかった人の方が多いかもしれないということ。だからいつも言うけど、あの気象予報士と呼ばれる人、はい、だからその食べたいパンが欲しいのならばまずひざまずけっていうことと、ね、地面に置くから拾えっていういや置いてそういったことをする人種がいらっしゃるのが、まあ、気象予報士っていう職業だと思うんですよね。はい、はい、なんかそういう方とかってちょっと盛るんだと思うんですよ、だからペルセウス流星群ですよと、1時間30個ですよとかって本当は3個とかだと思うんですよねをちょっと気が乗るから、いや30個って多分言うんだと思うんですよ。本当は3個だと思うんですよ、1時間。そんなことないですよ、ちゃんと統計に基づいて。だって30個ぐらい、もう30個ってすごいじゃん。2分に1個とかですよね。ああ、うんうん、そんな人誰もいないもん広島に。まあ確かに、うん、聞いたことないでしょ、絶対おかしいんだ。そうですね、2、3分に1個見られましたっていうメールは確かに入ってない。何人かぐらいいても良さそうじゃん。いやすごい見られましたけどとかいうのがないもんね。まあないですよね。午前様調べで最大5個だもんね今ね。そうですね、5個ぐらいだったと思います、うん、ね、ってことは6分の1ってことじゃん、30個の中の。だから6倍は持ってるってことだよね予報士さんそんなことしませんよ。いやほんと気象予報士ってろくなもんじゃねえいやいや好き勝手じゃん。だいたいさあの天気図とかあるじゃん、はい、あれとかも、うん、何を見て書いてんのって思わない。まあそうですよ、風とかは分かんないですもんね。だってこう輪っかみたいなさ、はい、ね、あります、ね、1012とかで書いちゃったりとかして、そうそうそう、等圧線がね、ね、なんか日本の周りとかぐるんぐるん、はいはい、ぐるんってこう、それこそあの木の年輪みたいに、あれ何見てんのと思うね、うん、雲とかね、ねとかですよね。だあれ風とかもとかさ、うん、ここに前線がありますとかって言うけど、はい、ないじゃん実際は。実際はで勝手に線引いてたりとかするだけじゃん、うん、あんなんだったら俺たちもできるよな線引くだけだったらね、全然全然ね、まあ、適当に言っておけばいいでしょ。なんかいやちょっとね明日はね晴れたり、まあ、時間によってでもちょっと雨が降ったりとか、でも基本的に暑い毎日なので熱中症対策ねしっかり気をつけてくださいって言えばもうなんとなくムードが出ますよっていうことじゃんやめてください、全ての信頼を失いますRCC ラジオの信頼を失います本当思いますよ。だからあそうですか、まあ、謝罪してほしいです。いやいやいや、ただもう必要ない。今日はただ岸さんなので、うん、強くはいかないですそりゃそうですよ、道士さんの時も優しくしてください、岸さんにはちょっと好きになってほしいのにして、ええ、優しくしたいと。いや、それもそう、その分お得意に倍当たるっていうそして帰ってくるっていう倍返しということで、はい、今日も我々満天の星空のごとく皆さんに言葉を浴びせかけたいと思う午前様様、今日は金曜日、今日のメニューです。10時20分頃は映画音楽コーナーです。今週は厳しい規律が敷かれた中学校で自由を求めて立ち上がった生徒と、校則のもとに生徒たちを制圧しようとする教師との戦いを描きました1988年公開の日本映画僕らの7日間戦争をご紹介します。はい、もう88年なんだなと思って。32年くらい前、はい、俺会社入る1年前、大学3年生の頃、宮沢りえさん主演、はい、まあ鮮烈なデビューだったですよね。そうですね、うん、私アニメだと思ってて、はい、だから去年、うん、アニメとして公開されたんですよね、はい、で実写がもともとあったんだっていう、はい、ちょっと率直な驚きから拝見しました、うん、そうだね、うん、手島が昨日明日は僕らの7日間戦争ですよねつって、戦車のね、逮捕のところに宮沢りえがまた上がって、ね、なんかちょっとエロい感じのやつですよねって言ったけど、そういうシーン一切ないっていうね手島さんの頭の中でだけ作られてた中でだけ
映像化されてたけど、はい、そういう映像は一切ないっていう映画ですね。そこに乗ってたのは純朴そうな男の子です。坊主頭の男だったんだ。太った男だったんだ。料理のうまいね。おかしいなって思ったよね。そういったこともありましたけれども、今週の映画のコーナーは僕らの7日間戦争でお送りしていきます、はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議、今週はパンダフルワールドでパンの話題満載でお送りしています。今日も皆さんからたくさんのメッセージとパン待ってます。パンはいいです。パンはいい。午前様では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選で3人の方におつまみはもちろんお好み焼きに入れても最高、呉発祥のご当地珍味富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。さあそれでは今週の午前様会議のテーマ、パンダフルワールドにちなんで今日は横山アナウンサーから問題です。パンのことを美味しいとか美味しくないとか、はい、美味しいののもっと上にすごいのがあるとか、みたいなことを感じたのは多分高校生の時なんですよ。学食でパンが売ってた、はい、菓子パンが、ええ、で今まで小学校中学校とかは惣菜パンなんだよね。焼きそばパンとかさ、あのサランラップみたいなのを包んだって手作りパンみたいなのがあって、はい、なんかこうもさもさしてたりとかで手作り感があるから、そのなんだろうね、うん、誰かが作っているものっていう感じだったのよ。でそれが高校になってから、いわゆる菓子パンが学食に置かれるようになってから、はい、うわうまとか、うわこれ早く買わないとなくなるわみたいなことも含めて、はい、マンハッタンっていう、はい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 、チョコレートがかかった、ちょっと揚げたドーナツみたいなのにカリッと揚げてある、はい、ドーナツ状のものにチョコレートがコーティングしてあるっていうのがもう大人気だったんですよ、はい、で多分このマンハッタンについては何回かクイズを出してるはずなんですよ、はいはい、思い出が強いので、でそのマンハッタンがね、俺の中ではああこうだったよね、俺マンハッタンによっていろんなこと成長させられたよねみたいなことを感じることがあります、はい、一体どんなことをその美味しいパンマンハッタンに俺は成長させられたんでしょうかっていうのが今日の問題です。学生時代に大好きだった、うん、薬師丸ひろ子さんが、はい、自分の好きな雑誌の表紙を飾りました、うん、でその背景が、はい、マンハッタンの街だった。素敵、たまらない、たまらないですか、うんうんうん、もう桜田淳子だったら「ケテ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 サンタモリカ」っていうぐらい多分もう地名を入れた曲を書きたいぐらい。サンタモリカでマンハッタンです。あ、すいませんでした。分かった。当時、うん、好きだった女の子の、うん、ま、家に行って、はい、でそれでマンハッタンが出てきた。もうそれでもマンハッタン、うわーみたいな、もう大好きな人の家で食べた、うん、こんなおしゃれな美味しいパン、もうそこでもマンハッタンの虜になった。高校の時はみゆきちゃんと付き合ってたんですよ。ええ、でもうみゆきちゃんが遠距離恋愛みたいになってんの。もう学校も違うし、で俺野球部だし、はい、会えないしみたいな。だから年に1回か2回しか会えないの、うん、で、はい、家行ったことはあるけど入ったことはないんだよね。でみゆきちゃんも入ってほしくないっつって、お父さんがカツラだからっつって、でそれがあ、うん、そんな事実、あ、そんな理由で、うん、ちょっとお父さんも嫌がるからっつって、あの横山くんが来ることが嫌じゃなくて自分が見られることがお父さんが嫌だからって言われて俺お父さん見るわけじゃないんだけどなと思いながら、お父さんがカツラだからって言って、そう、あ、そうですか、うん、帰り際笑ってたけど最終的にはあ、俺もなったみたいな感じ。なってないです。なってないですよ。来て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 カツラモリコって感じ。意味不明です。意味が分かりません。ただちょっとみんな嬉しそうにしてくれた。ニヤッとしちゃった。その、はい、マンハッタンがチョコだけじゃなくて、ホワイトチョコ、抹茶チョコ、はい、きな粉みたいな感じで、あ、種類がバッて一時期一気に増えた。チロルチョコ的な感じ。あ、そうですそうです、ね、いや俺らの時はチョコはチョコだったね、はい、そのなんかいろんな味とかで勝負しますみたいなことはなかったね、はい、ああ、そうですか、うん、じゃあマンハッタンの対抗馬として、はい、まあ、キノコの山に対するタケノコにみたいな感じで、
こう対抗馬が出てきた、うん、ワシントンみたいな、あニューヨークニューヨークみたいないいね、マンハッタン、ワシントン、ニューヨーク、サンタモリカ、来て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 、カツラモリカ、そっち側の方が来て、それは違う、そこ都市の名前じゃないからつって自分でぐちゃぐちゃにしてるじゃないですか違いますか、違います、わかりました、はい、じゃあ横山さんは高校時代、マンハッタンというパンに虜になったんですけれども、うん、はい、それにはある理由がありました、うん、はい、でそのマンハッタンに俺は成長させられたことがあるね、はい、って思うんですよ、そう、育ての親的な、はい、学んだねマンハッタンに、はあ、そうですか、あって、ええ、でそれはなんかいまだにマンハッタンに対するそのいわゆる敬意リスペクトっていうのを隠しきれない気持ちがあったりとかするので、はいはい、果たして一体何を成長させられたあのパンにって思っているのでしょうか、はい、皆さんからの予想を待っています。すべてのコーナーへの宛先はこちら、ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net、アルファベット小文字で gozen@rcc.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ、このコーナーは富士山の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから、金曜朝の人笑い、あやなぞかけかけかけ、お盆です、お盆にかけて。今週の午前様会議のテーマがパンダフルワールドということで、食パンを焼いて食べるとかけまして、サッカーの股抜きに挑戦と解きます。その心は、トーストうまい。なるほど、文章にしないとわからないかもしれないトーストとね、はい、と股抜き、またトースト、あうまい、うなる、あそっちか、股抜きっていうかいやらしい方だと思ってた、違います、下ネタかよと思っちゃった。今日も元気に面白く横山英二と川村愛菜の2人がお昼11時40分まで爽やかに生放送でお送りしますこのコーナーはコインランドリー三冠王の提供でお送りします。さてさて、広島市中区元町上空ですけども、本当に綺麗な青空が、夏空ですね。そうですね、はい、いい色です、まあ、本当に暑い一日になるんでしょうけども、はいはい、岸さんに聞いてみましょうか。岸さん、はい、おはようございます。おはようございます。これもう朝から気温ぐんぐん上がってるんですよね、きっとね、上がってるんですよ、はい、もうこの時点で30度を超えたところ、県内あの半分ぐらいの地点で出てきましたんで、はい、いやー辛い1日になりそうです。これは大変なお盆ですね、そうですね、うん、あの実は今日から、ま、厳しい暑さの戦いがスタートする感じで、はい、ま、この夏の猛暑の山場になってきそうです。はい、ちょうど多分1週間ぐらいですね、来週の前半ぐらいにかけてかなり暑いですから、はい、十分気をつけて過ごしてもらいたいなと思います。はい、今日もよく晴れて、あの日中も強い日差しが降り注ぎます。夕立もあんまりないというか、ほとんどないのではないかなと思いまして、うんうん、あの降っても ごく一部かなという感じがしてますね。はい、なので昨日よりも気温がさらに上がりやすくて、うん、猛暑日35度を超えるようなところが続々と出てくる恐れがありますので、ご注意ください。これ岸さんね、僕らは気温が上がると大気の状態が不安定になって、うん、はいはい、突然雷雲みたいなのが出てきてとかって、うん、勝手に思ってたりとかするんですけど、暑くてもこうやって雷雲とか入道雲とか、その雨を降らす、はい、雲とか出ない日と出る日があるじゃないですか。そうなんですよ。あれはなんでなんですか。横山さん、すごいいいとこ聞いてくれたなって今思ったんですけど、実はですね、あの 今日から明日とか来週にかけてですね、うん、高気圧の中心が西日本にこうやってくるんですよ。ほうほうほう。で、高気圧の中心がやってくるとなると、意外とこう安定した、まあ、夕立が起きにくいような形になるので、ほうほう、まあ明日、明後日、そして来週の前半にかけてはよく晴れて、あんまり夕立が起こらないという日が連日続きそうなんです。なるほど。じゃあ、うん、高気圧が端っこになればなるほど
そういう雲が起きやすいってことなんですか。そういうことですね。これまで結構端っこだったので、晴れても急に夕立とかっていうところがあったじゃないですか、うん、それが変わってくるんですよね。面白い。ってことは今日本の中心が俺たちにあるみたいな感じなんですよね。違いますよ。国家って言ってそれぞれ発生してますからね。そう考えたらなんかちょっとがん、うん、ちょっと誇らしい頑張りがありますよね。きますけどね、うん、ですね、陽気ですね。よく考えたらそうなんですけど、でもとにかく暑くて、まあ、今日はまだ35度超えぐらいだと思うんですけども、例えば日曜日とか月曜日あたりとか37度ぐらいとかってもう体温を超えるような暑さになってきますから、はい、ちょっと覚悟してね過ごしていただければなと思っていますね。はい、じゃあこのお盆の間はもう快晴が続くし、はいはい、でにわか雨の心配もあんまないし、あんまりない、気温も高いしってことですね、はい、そうですね、どんどん毎日ヒートアップしていくような形になりますからね、気をつけましょう。はい、はい、これ本当マスクして汗かいてね、うん、なので、そうなんですよ、うん、あんま思わなくても水分とかいっぱい取らなきゃいけないってことですよね。そうですよね、なんか時間を決めて結構水分取ってほしいですよね。意外と忘れがちだったり自分が思ってるよりもね足りなかったりするんですよね、はい、なので時間を決めながらですねこまめに取るようにしてください。はい、こまめ、そうだね、うちの母キヨとかがそうだけどさ、はい、お年寄りってエアコンをつけることにすごい罪悪感を持ってたりとか、あとはお金がかかるとかね、みたいなことを言うけど、もう、うん、エアコンつけといた方がいいですよね。そうですね、結構そのなかなかこう体温がねあんまりそんな暑くないように感じるっていう方が結構年齢上になればなるほど多くなってしまうので、うん、なるべくこう部屋の中にいても気温計とか置いてですね、はい、なるべく涼しいとこにいるようにしてくださいね、はい、無理はしないようにしてください、はい、今何か目立った警報や注意報出てますか。今実は雷注意報は出てるんですけれども、はい、ただ、まあ、夕立のところは少なそうです、うん、はい、うん、まあでも一応ですね念のため空模様には気をつけてください。はい、はい、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。天気予報は気象予報士の岸さんでした。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今日紹介するのは広島市立緑井小学校から3年生土肥健一くんですけども、はい、ひょっとするとみんなで聞いてるかもしれないね。あ、お盆休みだからね。あ、確かに今から流れるよ、はい、土肥健一くん、タイトルは野菜を収穫したよ。野菜を収穫したよ。緑井小学校3年土肥健一。僕は週末におばあちゃんの家に行きました。おばあちゃんが野菜を取ろっかと言ったので畑に向かいました。はじめにきゅうりを6本取りました。次にピーマンを5つ取りました。最後にお目当てのじゃがいもを掘りました。1個取るとどんどん出てきました。中にはビー玉くらいの小さいものや拳二つ分の大きいものもありました。芋を掘っていたら、たくさん出てきたので、まるで宝探しのようでした。じゃがいもは僕が植えた男爵芋なので、たくさん収穫できて嬉しかったです。食べるのがとても楽しみです。すごくわかりやすかった。ビー玉ぐらいの。っていうのがすごい素敵だったな、うん、ね、しかもまるでそのジャガイモ掘り宝探しみたいだったっていうのが、うんうん、なんかおばあちゃんが野菜を取ろうと言ったので、うん、野菜をおばあちゃんと取りました。でもこの畑はうちの畑ではありません。そんなはずないです、そんなはずないです。宝探しみたいにいっぱい出てきておばあちゃんと喜んで走って帰りましたみたいな。健一くんが植えた男爵芋を掘ったわけですから、そこをおばあちゃんの時に決まってルネッサンスって乾杯しました。おしゃれですね。ヒゲ男爵ですみたいな。やめてください、さっき今もしかしたらみんなで聞いてるかもしれないって言ったのに、ね、いやでも本当上手だったな、はい、本当情景が浮かびましたね、うんうん、心模様をちゃんと伝えるのがすごく上手だなと思いました、ね、はい、元気もらいました、はい、今日紹介したのは広島市立緑井小学校3年生の土肥健一くん、野菜を収穫したよ、お送りしました。さあ来週月曜日
ですけども北広島町立新城小学校から1年生の森川糸さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議、今週はパンダフルワールドでお送りしています。はい、ラジオネーム目玉ベロンさんです。私のラジオネーム目玉ベロンのゆえんともなったうちのじいちゃんのパンの食べ方が変わっていたんです。はい、パンをこれもう炭じゃないというくらい真っ黒になるまで焼き、うん、バターを塗ってから山ほど砂糖を入れたミルクティーに浸して食べていました。あ、私も一度だけ食べさせてもらいましたが激甘で何とも言えない味、うん、二度と食べたいとは思いませんでした。はい、ただあの時の味の記憶は今でも舌に残っています。でも美味しそうだよね。うん、俺も意外とトーストはがっつり焼くのね。はい、時たまあの焼きすぎてラスクみたいになる時あるんだよね。サックサクになりますよね。うんうん、ちょっとあの水分が全部飛んじゃったみたいな。はい、でもそれはそれで美味しかったりするんだよね。そうですね。うん、なんか昔の人しかもその情報が少なかったりするから、自分なりの美味しさを追求してる気がして。そうだね。でしかもほらミルクティーみたいに飲んでますって言うと、はい、ちょっと洒落てんじゃんと思うよね。うんうん、いや砂糖も入れてね、しかもバターも塗ってますからね。うん、ちょっと料理する感覚というか。なんか一手間も二手間もかけてますよっていう。だから俺たちがちょっとね、はい、そんな美味しくないですよねっていうことよりも意外とじいちゃんとかからすると贅沢してるみたいな。うん、そんな気がします。そんな気するよね。はい、おしゃれおしゃれ。昨日の夜横山さんが見た大きな流れ星、はい、私も見ましたというお便り続々来てます。ラジオネームさきらぶさんです。うん、横山さん、その9時45分ぐらいのでっかい流れ星、うんうん、見ましたよ。はいはいはい、あまりにもでかくてあんなにくっきりとした流れ星初めてで、うん、興奮して思わずでっかい声が出てしまいました。うん、倉敷市からいただいてます。いや俺も、うん、多分人生で見た流れ星で一番でかかった。へー、魔人さん、うん、初めてお便りします。はい、宮島サービスエリアに流星群を見に行きました。うん、午後9時43分44分頃に、東の低い位置に黄色くて大きな流れ星が見えました。はい、初めはロケット花火かなと思いましたが、うん、音がしないのであー流れ星だったんだと確信しました。はい、横山さんが見たのと多分同じだと思います。うん、一緒だと思う。ちょうどその虹がかかりますみたいな高さにあるの、角度的には。だから意外と低いところにさーって行って、で俺はだから本当あの火だるまのタンクローリーみたいなのが転がってるみたいに思ってたの。だからあちょっと大丈夫かな、火止めた方がいいんじゃないかと思うくらいのボーって感じの赤コンビラと、まゴロ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 みたいな。はい、ちょっと119番119番って言いたくなるぐらいの雰囲気だったの。あ、そうですか。うん、へえ、見たかったな。私多分その時間動物の森してました。ああ、でなんか向こう側で、はい、すごい向こう側だから俺左から右にさーって抜けていく。うん、右側の方で行ったーって聞こえたから多分当たった人がいるんだと思う。いません、いません。で途中はあっちーとか行ったーとか言ってたからすごい低かったの。おいおい、てかもう多分相当な人たちがやられてるはずあっち行った、あ、痛かった、こうタンクもできてないみたいな人がいるはずニュースです。もうさ、まあ、入ってきた段階で、はい、品定めしたよね今ね。してないですあ、ミスドが来たって言ってもミスドが来たわ。ミスドじゃそれ、うん、やったやったミスタードーナツ箱でまあ本当にもうこの暑い中皆さん、あとこれねすごいいっぱい持って、またパンすごい、これもこれもパンなんだけど、はい、すごいのこれ、おしゃれな、ほらおっぱいのパンなんだほら、ねえそれ売れるんですか。ほら本当だ本当だ、えすごい2個持ってる。で若い夫婦がこれを買ってきたの。はいはい、2人とも黒ずくめみたいなちょっとおしゃれな感じので、奥さん美人だったの。はい、だから実は横山さん、これおっぱいのパン、これもっつって、だから多分10個以上あるんだよおっぱいパンが。で、すいません、なんかおっぱいいっぱいありがとうございますとかっつって、でこの奥さんのおっぱいの方はあったら、あこれはダメですっつって、
だ奥さんちょっと乗り気で前に出そうとしたけど、なんかあちょっとこれはダメですって言ったけど、このおっぱいのパンはあこれはパンじゃないですみたいな。多分それも全部予測されて買ってこられてると思いますよ。ちょっとひとしきり楽しい時間を過ごしてよかったですね。ギリギリでしたけどね。あとはこんなんですね、まあ、川村さんがチョコパイが好きだからっていうのと、発展堂のチョコパイがあった。あ、ありますあります。今結構全然知らなかった。いますよ。美味しいです。これもカスタードクリーム味、チョコパイだらけ。あ、チョコパイ祭り。あとこのうまい棒祭り。うまい棒たんぱらいっす。チーズもしかして、もしかして、もしかしてのチーズ味ですね。それ全部チーズ、全部チーズ味、オールチーズ。100本ぐらいありますよ多分。手島が嬉しそう。物を見るような目で見てますね。でこれもこれもパン。わあ。ほらすごいの。いや、お盆休みだから皆さん、ね、そうだね、来てくださるんですかね、うん、だから俺のことをちょっと親戚扱いするみたいな。ちょっとね、お調子の親戚のね、ちょっとおじさんがおるんよ、うん、みたいな。あ、ね、後ろの百太郎の T シャツ着とるおじさんがおるんよみたいな。ちょっと、ね、怖いですけど、後ろから見たら。すごいホラーな感じなんですよね。おしゃれですけど。でもそんな中でもちょっと嬉しい話題。はい。ラジオネーム、うねちゃんさんです。お先日、12日、おとといですね、うん、に子供が生まれました。おおめでとうございます。我が家にとって初めての子供です、うん。コロナウイルスで暗いニュースばかりですが、私たちにとって明るいニュースができ嬉しく思います、はい。思い出に残るお盆休みになりました。嬉しくて報告をさせていただきました。じゃあ名付けましょうか。やっぱその流れになりますよね。うん、一応俺の中ではもうペルセウスって名前に決めてるのね。おいペルセウス、ペルセウスはどこだみたいな。長い、なかなか見つかんないのね。すごい、確かに。ペルセウスはまさかの古代ギリシャ、うんうん、由来はすごい、なんかちょっとあのふんどしみたいのだけして筋肉がすごい写真とか撮られてペルセウス、おいペルセウスって言ってる。ペルちゃん、ペルちゃんっていう。おじいちゃんの名前はカズオとかだって意外と十番風なのに、孫がペルセウス、ペルちゃん、ペルちゃんって、え、なんでペルって、え、ペルセウスって名前なんですって言って。その一時代に何があったんだ。ちなみにペルセウスのウスっていう字は漢字のウスね。キネとウスのウス。なるほど、ペルセウス。ペルセウス。何なんですか、あのこの番組のラジオのね、はい、ネーミングセンスっていうのは。アデコちゃんだったり、はい、ね、よくないですか、横山ペルセウスです。横山っていう。就活とかの時に、あ、じゃあ、あの、お名前お願いします。あ、福岡の第一経済大学からやってまいりました、経済学部です。横山ペルセウスと申します。みたいな。ギリシャの方でしょうか。うんうん。ね、お母様とお父様がね。はい。っていうことになりますか。火はお日様の明かりから取っていきます。ペルセウスと申します。みたいな。いいですよね。もう昨日ね、岡山さんが見た大きい流れ星みたいにキラキラした人生をね、はいはいはい、送ってくれるかもしれない、うん、その願いを込めて、はい、はい、じゃあペルセウスと名付けさせていただきます。この方のラジオネーム今度からペルセウスの父さんになりそうですね。ペル父ね、みたいな。ペル父さん、おめでとうございます。でも、はい、ね、嬉しいニュースでした ね、本当に。それからおかげさまさまさん、はい、昨晩熊野町で花火大会がありました。 およそ300発の打ち上げ花火と、うん、間近で聞こえるドンという音に多くの人が歓声を上げていました、はい、一昨日は流星群、そして昨日は花火と空を見上げる機会がありましたが、うん、大変なことも多いけど上を向いて頑張れと神様が言ってくれているのかなと思いました、はい、花火大会を企画してくださった皆さん、花火を上げてくださった花火師の皆さん、ありがとうございました、うん。昨日の牛尾さんだよ。あ、牛尾さんの。そう、だから昨日牛尾さん御前様出た後、熊野行って上げてきたんだよ。そうだったんですね。はい。じゃあまさにそれがおかげさま様さんのところにも届いた。うん。うわー、つながりを感じますね。昨日帰り際に、えらい早く帰られたの。はい。その番組が終わって出演が。ええ。シャーって行かれて、おー、牛尾さんつってて。この後何言ったら、熊野で上げてくるって言われて。かっこいい。かっこいいな。待て、ペルセウス。違います。どこに行くのだ、ペルセウスって。
違いますよ、そうでしたか、嬉しい、ちょっとつながりにね、なんか入れていただいた気がしますね。牛尾さんのフェイスブックにも、はい、今日あった出来事その1つって御前様に出ましたっつって、で川村さん綺麗で可愛かったですって。いや嬉しい、さすがになんかトークの起点が素晴らしかったです。ああ嬉しい、ありがとうございます。横山さんは、同い年でシュッとされてて、うん、何を着てても似合いそうって書いてあったけど、それは俺の洋服のセンスに今ケチつけたんだろう。俺が昨日犬神家の一族スケキヨ T シャツを着てたことをちょっと小バカにしただろうと思ったから、今日本当後ろの百太郎で勝負してやろうと思ってまだあるからね、いろんなのがつつって見てないですから、それは届きません。おい牛尾かいこらみたいな、牛尾さんには届かない、多分忙しい、角掴んでやるこの牛この野郎みたいな。それからですね、三つママさんです。昨日横山さんが話していたランブータン、はいはいはい、ランブータン気になってスマートフォンで検索してみました、はい、なるほど、横山さんの説明に納得でしょ、初めて見ました。はい、でそうそう、昨日さ、そのランブータンが金玉ね、大人の金玉ぐらいの大きさ、ちょうど本当、ちょうど金玉ぐらいなのね、あの爆笑問題の田中さんが肩を着たあの金玉が多分ランブータン、あれがランブータンになってると思う。あれが種で多分なったんだと思うんだけど、もっと昔からありますよ多分。それがさ、あの話してさ、はい、でその花火師のね、うん、牛尾さんとこの、はい、牛尾さん花火の話してた。で牛尾さん CM 中に、はい、いや実はね花火にも金玉っていうのがあってねつって、どんなやつですかって言ったら、あの尾を引いて糸を引くかのように上がっていく分、はい、見えるのありますよね、キューっていうのが精子みたいな感じでキューってこう上がっていく分があるじゃないですか、糸引く分引かない分、ね、あれのことを金玉って言うんですよつって、で、うん、その金玉にするためにそのこれこうやってこうやって入れると金玉ができてつって、それでその金玉にもその糸を引く分と、はいはい、あとなんかこう乱れて、はい、こう散るみたいな感じのができるんですよねつって、うん、あれをまあ我ら業界では金玉って言うんですよって言ったから、へーって、俺らにはあの男性の股間のとこついてるの金玉って言うんですよ、あそれは知ってますよみたいな。そうだから、それを、うん、あのいいお話をいただいた後の短い CM の間に、ものすごいもう一番饒舌ぐらいのスピードで牛尾さんがそういえばさっきの話ですけどって言って金玉がそう連呼するんです。もう CM 開けます。多分それが一番伝えたかったのかもしれない。そうで、しかも牛尾さんは御前様様のホームページにね、はいはい、ものすごいこう真面目な職人みたいな、俺たちはわーって笑ってるのに、全然笑わずにね、はい、なんかシュッとしてますみたいな顔で撮ってる、うんうん、でこれはオフィシャルですって言って、はい、で、あ、もうじゃあもう一回これオフィシャルじゃない分でって言った瞬間に、ああ、そう思ってた。この親父だーって。はい、牛尾さんのスマートフォンで撮るってなった瞬間にものすごいおどけてました。だから牛尾さんはおそらくまだまだね、いろんな一面があるんだなと思って、ね、昨日のオンエアは本当線香花火みたいな炎だったけど、ね、本当はネズミ花火みたいな、おいこれ牛尾みたいな時間ができるんだと思う。そうだ、そうです、そうです、はい、なんだそうだそうだと思います、略しました、略してそうだすまたね、嫌だな相方が喋ってたら、そうだっす、そうだっすって言われたらそうだと思います、そうだっす。あとね、はい、ゆうの猫から、はい、おはようございます。おはようございます。昨日寝る前に虫除けスプレーをしっかり拭いて、庭に出て空を見上げたら、はい、最初は明るい星だけ見えていたのが、しばらくすると天の川など満天の星が見えてすごく綺麗でした、流れ星も流れて感動的な景色でした、はい、夜庭に出るのはちょっと虫もいてり怖かったりとかするけれども、うん、出てみてよかったなと思いました。そうですか、天の川まで見えますか、うんうん、そんな満天の、いや見える見える、そうですか、全然見えるよ、ちょっとなんか綿っぽいの、もやっぽいというか、とかと思いながら見上げてさ、綺麗だと本当に。あと試作パンダ、はい、昨晩はペルセウス・ザ・流星群を見るために車で2時間近くかけてできるだけ街の明かりから離れてみました。おで、山の道山道の途中で少し広くなったスペースに車を止めてみたのですが、結果は妻が2つ、僕が1つ、
見ることができました。天の川が見れるぐらい満天の星も見られたので満足です。そうでしたか。ただずっとよくわからない動物の叫び声が近くに聞こえていたので恐ろしかったです。まあそりゃそうだよね。でもご夫婦でこうやってこう星空見に行こっかってドライブするの素敵ですね。いいよね。仲良しだなと思いました。だって2時間かけて行ってるってことは相当な田舎、山道に行ったわけでしょ。そうですね。ねえ。で、そこにだから2人シート倒して寝転がって。うん、で星見てて、ね、で周りからはその獣の声、くれくれやめろくみたいな声がもう四方から聞こえてるわけでしょ。生めかしいね、うんうん、そして俺の股間の天の川かみたいなここにあるぞペルセウス座流星君みたいなじゃあオナを言い合ったりとか、意味わかんない流れていくからねそっちにとかって言って、くれふざけんな、こーら。こう、あーとか言う時間。獣になっちゃう。ね。おい、こら、山賊やめろ、こら。心の太鼓叩くな、こら。みたいな。いいですね。仲良しご夫婦。いいね。羨ましい。ほんと羨ましいね。2時間ドライブして星空見に行って、イチャイチャして。はい、イチャイチャしたから。最高だよね。おい、こら、おっぱいパンコーラ。って言うね。やめてください、リスナーさんに投影させるのでも今だったらお盆休みで、うん、私もまあなんか周防大島のおばあちゃん家帰ったりとか、はい、ね、彦島帰ったりとかするんですけど、うん、今年はまあそれもできないですけど、このねお盆休みとペルセウス座流星群が、うん、一緒になったっていうのがいいですよね、うんうん、そうだね、うん、普通だったらなんかおばあちゃん家で見られただろうなとか、はい、いろいろ思いますもんね。確かに、そうだ、家族で見たっていう方も今年は多いかもしれないですよね、うん、何年か大きいぐらいしかないですよ。でもさ、やっぱさ、その流星群とか最近ちょっと流行りじゃん、なんとかを見ましょうとか、はいはい、なんとかがありますよ、増えましたよね、でも情報が。ただそのペルセウス流星群とかもさ、あのキャンプ場で見られたら綺麗だろうねとかってつぶやいてる人とかいたりとか、メッセージくださった方もいるけど、今の方の話聞くと、星が綺麗に見えるところに行ったからといって流れ星がたくさん見られるってことはないってことだよね、うん、だから街中でもその空気が澄んだ場所でも変わらず見られるものは見られるし、だから方角とかなんだろうね、どこ見てるかっていう、そうですね、じっと見てるか広く見てるかとかでも変わるでしょうしね、うんうん、気づくか気づかないかとかね、だって同じだけ星を見てて同じだけ寝っ転がってても、うん、妻と旦那が見てる数が違うってことは、はい、黒目をどこに置いてるかってことでしょと思いますね。そう、あ、それはまあでも旦那の方が2個見て、で奥さんの方が1個っていうと、奥さんの方が旦那を見てたってことだね。あ、どっちかがどっちかをね、うん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 、ね、素敵なことです。旦那はその奥さんをあんまり見ずに星を見てた、でも奥さんはそんな旦那の将来とかを見据えたりとかして、私この人とこうやって時を過ごせるとは思わなかったな、2時間もかけてドライブしてきてこうやって星を見てるけど私たちの未来はどうなんだろう、チンコチンチンコチンみたいなことをして、そんなことしてたらあんまいい未来にはなる。男は女の過去を見るって言うけど、女は男の未来を見てる、彼今どんな未来を見つめてんだろう、チンコチンチンコチンあなたが見つめてるものは未来ではありませんお前そこばっかりな気づいてもっと先を見てください、星空を見上げてほしいです、ね、はい、よし、シフトレバーをニュートラルにしてみたいな、やめろお前下ネタしか言わねえなみたいないいです、今が楽しい夫婦は ね本当きっと未来も楽しいはずですから、この股間の天秤座がもういいですからどっちが重さが天秤がどうかなみたいなそうですね、はいはい、ご家族で見たという方もね、はい、いらっしゃるでしょうか、お前ちょっと今サソリ座になってぞこらとか言いながら全部星座でギャグを言う大会日本中多分どこにもいないと思います星座でギャグを言う人そんなパーソナリティいないです。あとね10キロです、母さん、はい、おはようございます、おはようございます、母さん、今日は年休の支給日なんです。あー、年金、年休って書いてある、年休支給日です。銀行に行かなきゃって思ってます。今日も笑顔でよろしくお願いします。昨
何度も空を見上げたんですけども見られませんでした、またねまたね、本当にペルセウス座流星群ではまたね大して見てないよね今ね、見上げる時間っていうのは、うん、あと母さん首がないから上げられないもん。ありますあります。太ってるからさ、そんなこと、ね、見上げられなかった見上げられます。そうかな、母さん次はね、うん、見られるといいですね。ジュキラス高橋さんのブリッジとか見たいよねエクソシストのリンダ・ブリアが階段から降りてくるみたいな。怖い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 、トラウマになります痩せてほしいね。いや、まあまあまあ、ほんと痩せてほしい、まあ、健康のために痩せてほしいね。健康意識、母さんにはね、そうですね、うん、一番大事ですからね、はい、長今も多分長してほしい、レディーボーデンを食べてる最中だと思いますなんか太ってるやつって分けましたね、リーボーディーで。いや、それはすごい偏見だと思いますよ。横山さんの中だけですよ、それは。そうかな。そうです。うん。あと、ポケットからスニッカーズが出てくるケース。それ、コマーシャルか映画じゃないですか。さあ、この時間になりますと、はい。午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日はパンダフルワールド。はい、で、パンにまつわる話でクイズを出させていただきましたけど、はい、今日は私から、高校生の時に、学食があって、で初学食なんですよ。中学校までなかったので、はい、で高校行って、あ、学食ができたっつってて、うどん屋さんがあるとかさ、チャーハンピアフがあるとか、はい、で学食ならではのものがあったりとかしてテンションが上がってたんですけど、パンで言うとマンハッタンっていうパンがすごい人気、はい、ドーナツをちょっとこれでもかっていうぐらいこう揚げてあって固めに揚げてあるの、はい、でそこにチョコレートコーティングしてあって、でそれがものすごい人気で、早く買わないともう全然売り切れてますみたいな状況だったんですけど、僕はそのマンハッタンにまあ鍛えられたっていうか感性を磨かれた、感謝していますみたいなことがあります。それは一体どんなことだったでしょうかが今日の問題です。はい、ラジオネームおじゃまパジャマさんです。はい、横山さんが高校時代にマンハッタンに鍛えられたというのは、うん、英語の授業でマンハッタンの地名が出てきて英語で完璧に書けたことではないでしょう。これありそう。マンハッタンつうのは相当な回数言ってるんですよね。おー、で今ほら分かりやすくマンハッタンって言ってますけど、本当はメンヘッタンっていうネイティブな感じ。違う違う違う、ネイティブっていうかどちらかというとちょっとネチっぽくなってただけだった。タンは TANG でタングみたいなマンハッタンが、あ、実は G がついてたんですか、うん、あと複数になった場合はメンヘッテン、ね、マンがメンにメンヘッテングになりますあ、複数形の S じゃなくて、はい、マンが E になるわけですね、はい、でそれをあんまり角にやりすぎるとどうしはってんみたいな感じでちょっと大阪弁でおばちゃんに聞かれるみたいなことなります。それはいらなかったと思いますここまでが三段落ちだったのに三段目が意外と遠いとこから来たっていう何しはったんみたいな続いて、はい、高坊井治さんです。ほっ、横山さんが高校時代マンハッタンの虜になり、そして成長させられたということですが、うん、マンハッタンを食べると食べかすが歯に挟まりやすいので、はい、歯磨きをよくするようになって虫歯が減った。あ、風が吹けばね、ケアが儲かるって。俺さ、昨日あのネット甲子園みたいなテレビ朝日の番組、あ、見てたけど、はい、あの地方大会のその決勝とかがハイライトが出たりとか、あと甲子園の1回だけ戦う分が出たり、はい、ね、交流試合がね、あれさ、最近の子ってマウスピースしてるよね。あ、そうなんですか、うん、バッティングの時とか、だから笑ったらカーってもうボクサーみたいなの、はあ、そうなんだ、もうそんななってんだねと思うよね。道具がね、うん、いろいろ出てきて発達してつけるようになった、はい、だからそれこそほらこの間広島新庄が白いそのスパイクを履いてましたねって言ってリスナーが来て、はい、俺なんてことな、へえ、全然気づいてなかったとかつって、うん、って言ってたけど、今年からなんだって白いスパイクを履いて、その高校球児が良くなったのが、うん、でデータによると黒いスパイクを履いてるのと白いスパイクを履いてるの足元が10度以上違うんだって。あ、まあ、10度も違うんですか、うん、10度以上違うんだって。確かに野球部の時に足あっちーと思ってた、うん、黒の方が吸収するって言いますもんね、うん、あっちーなーって思ってた。はあ、そうか、それはでも確かに、だってその気温自体ももうだって35度、うん、40度とかなってるから、道具も変わらなきゃいけないですしね、うんうん、そうなんだ。
で、俺らの時はほら、特に水飲んじゃいけない、喉が渇くのは根性がないからだとかさ。はいはい、すごい根性。あんな感じだったからね。今だともうありえないよね。死んじゃう、命の危険を感じる。いや、ほんと、昔さ、死ななかったよね。あと心配されなかったよね。あと、いわゆる熱射病、はい、熱中症じゃなくて熱射病とかっていう言い方をしてて、だから熱射病になっちゃったら日陰で寝ちょけばいいわっつって、一応冷やしとけばいいよとかつっていうぐらいのもんだったよね。でも今ちょっと命の危険になるもんね。変わってますよ ね。実際に、ま、気温自体が上がってますからね。あ、俺だって熱中症で一回ゴルフの花道のロケ中にものすごい暑かったの、はい、でキャディーさんが気を利かせて、あのすっごいあの氷水で冷やしたタオルをギュー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 ってしてくれて、はい、俺の首元のところにスッて置いてくれたの、はい、気を利かせて。そしたら俺目の前が真っ暗になってストンって落ちて、そのまま倒れたの。だからやっぱなんか血流が変わるんだよね。だからこう慣れないことをするとか、そうですね、その普通だったら気持ちよかったりすることが、もう体があまりのショックに耐えられなかったりするんだろうね、はい、うんうん、私も中学校2年生の時に、バレーボールの外で練習をしてて、はい、真夏でそれこそ34度とかだったんですよ、うん、で水も飲まずに練習してたら、はい、なんかフラフラしてきて、でしたらキャプテンが大丈夫って言って私の肩をポンって持ったんですよ、そしたらその瞬間私もふって意識を失って、はい、でそこから倒れたみたいで、熱中症で保健室に呼ばれて。わかんないよね、自分ではね。でも全身しびれました、舌もグッて下に押さえ込まれるぐらいしびれて、はい、それ恋愛なんじゃないの。え、好きな先輩が来て肩をかかられて舌をグッてやられてしびれましたって。それファーストキスの話。違います、違います。そんな強烈なファーストキスしてない。先輩が肩をグッてして舌をわかってやってしびれて、ちょっと2時間ぐらい記憶がないんですって。女子バレーボール部ですから。すごいアタックを打たれたもんだね。違います、熱中症だったと信じたいです。チュー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 してたってことでしょ。してません。いや、でも本当自分の体が気づかないうちに悲鳴上げてるんだと思うので。そうだと思います。なんで本当に水分補給とかね、実際に気をつけてください、ね、あと、はい、暑いなと思わなくても、冷房つけとくとか、はい、一応そのなるべく体に負荷がないように、自分でそこから避けていくみたいなこと、逃げるってことをしておかないとね。はい、気をつけましょう。はい、気をつけてください。続いてラジオネーム加水町さんです、はい、マンハッタンを食べた女の子が唇の横にチョコをつけていた時、すかさず拭き取ってあげるという技を覚えたことではないですか。あ、残念ながらね、うち男子校なんです。あ、そうだった、残念ながら、男子の横にね、チョコついててもね、うんうん、そういえばさ、昨日青春でんでけでけでけっていう大林信彦さんが監督した、実は隠れた名作、あのベンチャーズ、エレキギターに憧れた男の子たちがテケ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 ってやりたかったから、エレキギターを手にしますっていう青春でんでけでけでけっていう映画をアマゾンで買ってたのね、ブルーレイが出たから。で久々に見えるなーとかと思って、なんか青春ものでさ、ワクワクすんの、で見ててたら男の子2人が主人公なんだけど、1人が浅野忠信なのね、学生なのよ、高校生の役なの。まあその年齢なんだけど、で可愛い顔してんなとかって思いながらで出てんだけど、その女の子にモテんのよ、で2人が練習とかしてると女の子外で待ってんの、でその女の子を避けるために言う言い訳が、こいつホモだからっていうの。これ同性愛でさつって、もう男しか好きになれないんだよ、だからダメなんだよ、うわ気色悪い、おえとかっていう会話があんの。もう今だったら 100% ダメだよねっていうのが、それが柱で進んでいく青春映画だったりとかするから、この10年20年ぐらいでどんだけ会話とかトークとか、とか思いとかが変わったかだよね。そうですね、実際のね、なんか世間の考え方だったりとか、感性とか、そうだって大林信彦さんって何気にそういうとこってちゃんとされてる方だからね。そういうの考えると、うわなんかホモが同性愛がどうのこうのどうのうえーとかでもだったらもう聞こえないから嫌だとかって言ってるけど、今だったらそれを受け入れなきゃみたいなことになるじゃない、ね、それがどうしたみたいな感じになりますよね。そうなの、全然嫌がることじゃないじゃんみたいになるじゃない、だからみたいなね、がうわーってなるので、そこからでもなんか女の子とか気にしなくて飛躍してどんどん上手くなっていく男たちの青春の話なんだけど、へー、そうですか、まあね、ちょっと遡るとね、こんなに変わるんだ、全然違うよね、映画の世界は如実かもしれないですね。
続いて高田さんです、うん、今日のクイズの答え、横山さんがマンハッタンに学びを得たこと、それは、はい、チョコと生地が絡み合っているので男女もねじれて絡み合った方がうまくいくと学んだではないでしょうか。あ、決して絡み合ってないですよ、ね、上に乗っかってるだけですよねあ、そうですよね、うん、乗っかってるだけなんですね。だからいわゆる生地が揚げてあるね、はい、女性だとしたらその上にコーティングしてあるのが男だと思うんですけど、あ、男って本当にただのんべんだらりとしてるだけで女の人がしっかりしてんだよねみたいなことですよまあ、あったか、あ、そうですね、しっかりした母体ですみたいな生地がちょっとしてますねっていう、どっしりとね、はい、ちょっとデニッシュ系でもあるんだよね生地が。あ、だからなかなか切りつくって切れないの。確かにそうでした、食べ応えありました、うん、じゃあこれ最後です、はい、ラジオネームケンケンさん、今日の午前様クイズ、横山さんがマンハッタンに学んだこと、うん、それはマンハッタンは巻かれた形状をしているので横山さんは社会の渦に巻かれないように気をつけようと思った。あ、そうですね、なんでそんなひねくれたような考え。いや、横山さんがこういう、俺ちょっと面白いこと言ってしまうみたいな、ちょっと俺が言いたかったわそういうことこういう人だと、ね、そうそう思われてる。ちょっと気の利いたこと言うやつちょっと猛烈に嫉妬しますからジェラシー感じちゃいましたさあ、はい、横山さんは高校時代マンハッタンに鍛えられました、うん、成長させてもらいました、はい、一体どんなことでしょうか。正解発表です。ちょっとヒント言ったんですけど、あの4時間目が終わって給食の時間になって買いに行っても、はい、もうマンハッタンだけは売り切れてるんですよ。おー、でこれはパンの自動販売機、あのトンボ捕まえる時みたいなクルクルクルってこう、はい、こう金具がなってて、ボタンを押すと手前側にクルクルってなって下にトーンと落ちて、はで取るみたいな自動販売機、あれで売ってたんですけど、大体2列か3列ぐらいがマンハッタンなんですよ。でこれがもうお昼時に行くと一切ない、だから2時間目が終わった、もしくは3時間目が終わったの時に全力で走っていって並ばないとマンハッタンは買えないんですよ、はい、だからお昼にマンハッタン買ってるやつはすごい努力をして取ったやつなんですよ。ははは、とか先輩に言われた後輩とか買いに行ってたりとかするんだけど、はい、あまりにもその白熱したマンハッタン競争が行われたので、2時間目から3時間目の間ぐらいにマンハッタンを積まれたパン屋さんが入ってくるんですよ、校内に。の音が分かるようになったって。あー、トラック、はい、あ、マンハッタンを積んだパン屋さんのトラックの、はい、音が分かる。音、え、じゃあ違いがある。あります、あります、他のトラックと、はい、で普段は学校内にトラックがまずあんまり入ってこな い、 っていう、うん、で普通の車が入ってくるぐらい。でもマンハッタンを積んだ車は、俺らの運動場の方を通って学食に来るから、来たマンハッタン来た、ほら来た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 、でもうみんなが窓ガラスからマンハッタン来たマンハッタンマンハッタン来たつってよし、授業終わった瞬間先生がはい終わりた瞬間バーンってマンハッタン帰ってくる。すごい、小山さんだけじゃなくて全員に鍛えられた。でこれが3時間目に引っかかる時があるんだよ。あ、ちょっとちょっと遅れたりとか、マンハッタンが、あれ交通渋滞かな、あれこれ違うの、車の音違うな、あ、来た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 、今来た今来たって時に生徒とかが、はい、すいませんちょっとあの先生お腹が痛いのでちょっとトイレ行ってきますとかって言って、マンハッタンを買いに行くんですけど、あいつ行けなかった行けなかったみたいな、マンハッタンマンハッタンマンハッタンみたいな、なんかずるい、そのぐらい必死だった、はあ、男子校だからね、もう夢中ですねマンハッタンに、マンハッタンすごい、もう女体かマンハッタンみたいな正解は、はい、じゃあマンハッタンを積んだパン屋さんのトラックの音が分かるようになったということでした完璧はいなかった、音はないけど途中まで合っているという人が、で B まではいいってやつC のやり方が違ったってことねじゃあその途中まで合っていたという近しい答えをくださった方の中からですね、はい、今日は3人の方に富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。さて、広島カープ現在5位ということですけども、はい、今日からの阪神戦、1週間前の7日と8日の対戦で2連勝した時と同じ、森下大瀬良の順で先発になるんじゃないかということで、森下は、しっかり投げ切れば抑えられると話し、
大瀬良は自分が投げる試合は勝たないといけないと、将来のエース候補とエースが気合を入れていますよと、はい、いうことですけど、うん、まあ本当に今年森下がルーキーで入ってきてくれたじゃないですか、でまあ顔もいいし、はい、ね、女の子たちはそれは嬉しいでしょうし、はい、まあ、広島カープっていうとね、変な顔っていうのが今は大体笹岡監督を中心に、そんなことないですまあ、浩二さん、衣笠さん、笹岡さんみたいな、野村健次郎とかも変な顔、大人気大人気、ドラフト1位 の選ぶ理由は変な顔みたいなことですかひどい、われよ、いいえ、昔カープ顔っていうのがあって、カープ顔一体どういう顔なんだっていう、正田さんみたいな感じやめてください、各方向に矢を飛ばしていく、全部お世話になった先輩許してくれませんよ、さすがに。で、はい、カープ顔っていうのがあったけど、最近カープ顔ってまあまあいいんだよね、いや、イケメンばっかりですよ、イケメン集団だよね、うん、今本当にね、堂林選手とか田中選手とかね、うんうん、ファームにもいっぱいかっこいい選手だし、ね、なんか松山の気持ちになれやみたいな、なんか良いじゃないですか、うん、松山選手だって愛されてますよ、その愛され方が違うだろうみたいな、かっこいいかっこいいかっこいい面白いみたいな感じそんなことないですになるじゃない、そんなことないです、だから森下とかが、はい、まあ、顔もいいしピッチングとかも繊細かつ大胆に投げることができる、うん、でジョンソンが勝てない、でその抑えがなかなかしんどいってなった時に完投できたりとかもするでしょ、だから森下にだったらどうしたんだろうこの前半戦ね、と思うのだけど、やっぱその大卒ルーキーだったりとかするから1年間通してやったことがないっていうのと、うん、あと今年は超過密日程でこれから先どういうふうに戦っていくかがよくわからない、ダブルヘッダーがあるかもしれない、ちなみに大リーグのダブルヘッダーって7回までだったりとかするんだよね、あー変わるんですね、うん、回の数がだから、こんなことになるのかとか、まあ、そういったのも含めて選手たちも読めないのに、そのルーキーはよっぽどまだわかんない、はい、でその首脳陣もこの森下がどのぐらい持つか分かんないってなるから、夏にバテるかもしれないよね、はい、だ時今まで引っ張ってもらったんだから今度は先輩頑張るんだよ投手陣っていうのと、あと森下君、今ちょっと本当申し訳ないけど君が頑張ってもらわないと困るっていう、はい、カープファンの気持ちもお願いっていう、ね、すがるような気持ちで見てます、ね、うん、だからもう本当大瀬良もあの森下の靴の中に押しピン入れるのやめてねっていうのとか、入れてるわけないじゃないですか、あと森下もその大瀬良の T シャツをハサミで切ったりとかするのやめて、もう仲良くしてね2人はとかって、両輪だからって思うの仲良くされてます2人とも、そうかな、切磋琢磨してると思います多分、あと本当ジョンソンはメガネを変えよう一回ジョンソンどうしたメガネを、確かにコマーシャル出てますよいやでも本当両輪なので、はい、ここで勝ってほしいし、いい戦いをしてほしいなって思ったりとかするので、はい、阪神にはね、前回この森下大瀬良で勝ってますんで、期待したいなと思います。映画音楽コーナー、このコーナーは軽文社の提供でお送りします。映画好きの皆さん、大変長らくお待たせをしました。今週も横山裕二と川村彩奈の2人が映画の素晴らしさを皆さんにお伝えしてまいります。まずは蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングです。10位ヘチ王座への道、9位詩人層の殺人、8位鬼滅の刃、7位仮面病棟、6位ザ・ビースト、5位1917命をかけた伝令、4位カイジファイナルゲーム、3位天気の子、2位パラサイト半地下の家族、そして今週の第1位は初登場です、犬鳴村。以上、蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングご紹介しました。さあ今週は厳しい規律が敷かれた中学校で自由を求めて立ち上がった生徒と、校則のもとに生徒たちを制圧しようとする教師との戦いを描いた1988年公開の日本映画、僕らの7日間戦争をご紹介します。では川村彩奈による赤ん坊でもわかる1分間くらいのストーリー紹介です。校則が厳しいことで知られる青葉中学で、1年生の男子生徒8人が失踪する事件が起きました。彼らは自衛隊の廃工場に立てこもりますが、学校側は世間体を気にするばかりで何ら有効な方策を取ろうとはしません。そこに学級委員の中山ひとみら女子生徒3人も加わり、11人での自炊生活が始まりました。やがて校長や教師、それに親たちが説得に出向きますが、
11人は力を合わせて徹底抗戦の構えを見せ、バリケードを築いて応戦。ついには地下に眠っていた戦車まで持ち出します。果たしてこの勝負どちらが勝つのか。宮沢りえの映画デビューにして初主演作です。はい、ということで、あのみずみずしく青春が描かれているっていうことと、あの子供たちが大人を意識する、はい、で大人に向かっていく。でこれあの全教頭とかもなんかそういった世代に向けて、今の子供たちだったらこれ戦うんじゃないのみたいな、そのテーゼだったりもするんだけど、はい、後にあなた方は反対側に行くんですよっていう橋渡し役みたいな時間の話なんですよね。はい、中学生ですしね、はい、一番多感な時ですよ ね。だから大人なんか大嫌いだ、はい、私たちは大人なんかに生まれなくてよかったって言ってたけどいつの間にか大人になっちゃうんだよっていう、はい、そこの虚しさ悲しさみたいなのも描かれている青春映画だったりとかするので、なるほど、なんかこう絵空事にも見えるけどちょっと響くんだよねと思って。うん、そうですね、はい、でもなんか戦車がドーンとか、うん、花火がバーンとか、はい、すごくこう派手だなと思ったんですけど、うん、その親への反抗心とか、はい、先生たちへの反抗心とか、それを表した中学生の頭の中みたいな感じの映画だなと思いました、うん、こんなことをしてやりたい、はい、すごい自分の中にエネルギーが溜まってるみたいな、うんうん、それがよく表れてるのかなとも感じました。そうだね、あの中学校高校ぐらいの時って、うん、もう稚拙だけどま、はい、っすぐだから自分がその主張することとかを曲げないけど、ちょっと引いて見てみるとか、ちょっと大人になって見てみると、あ、若かったなって思ったり、うん、あの時の自分の主張って恥ずかしかったなって思うことがあったりするけど、でもあの怒りのエネルギーとか、あの何をぶつけていいか分かんないあの思いとかは、はい、今逆になくなったんだよね、取り戻さなきゃねっていうのをこういう作品見ると思い出すよね、うん、激しかったです、なんか思った以上に、うんうんうん、あとはなんか最初のうち その校則の厳しさ、はい、もう先生が生徒をバーンと殴るみたいな、スカート測ってね、ダメだったらもうボッカボコにとか、髪もなんか切ったりとか、はい、怖ーと思って、うんうん、ここまであったのって思うぐらい。でもね、普通だったよ。はい。だから先生たちはスカートをちゃんと測ってて、膝上何センチとか測ってたし、で校則違反してる子の髪を平気で切ってたし、はい、男は坊主にされてたし、うん、殴られるのは当たり前だったし、でもそれは先生たちがまだちょっとかっこよかったんだよ。でそうされる生徒側も、俺誰々先生殴られたっていうことがちょっと誇らしかったり。へー、やっぱ一番嫌だったのは無視されることだった、先生に。あ、うん、だから情熱のある先生に対しての思いってちょっとリスペクトがあるの、生徒にも愛が分かってたんですね、うん、先生と。先生がやっぱ責任取ってたね、大人として。逃げなかったっていうか、だから先生殴られた、怪我した、はい、たら殴られた生徒の親が先生に、うちの子がすいませんでしたって謝りに行ってた時代だからさ。うん、って考えるとまた違いますね、今とはね。でもそんな前の話じゃない、だから宮沢りえが出てるぐらいだからね、はい、32年前ですよね、ね、うん、がこんだけこう重きが変わってきた、趣が変わってきたってなってくると、皆さんが忘れた何かみたいなものをこうやって作品で取り戻すっていうことも大事だなと思うし、ちなみにあの作品の中で出てきてる戦車は、はい、本物は借りられなかったので、1979年角川映画戦国自衛隊で使われたもののレプリカが使われてるので、あれは角川式っていう風に言われてて、でちなみに角川春樹事務所が持っているその戦国自衛隊の時作った戦車は3000万円で作ったんですけど、はい、湖の中に流し落としたんですけど、はい、作品の最後の中で、はい、戦国自衛隊という作品ですぐに上げて引っ張り上げて、後に、日本で作られてる戦争のドラマとか、サトウキビ畑とか、いろんな作品のに出てくる戦車はほとんどあの戦国自衛隊の戦車だったりとかするので、はい、そういった意味でもちょっと先駆け的な、多分日本で一番売れてる俳優かもしれないっていう戦車あの戦車出てますっていう、その辺も注目して家族で見ていただければと思います。今週は、宮沢りえ主演、1988年公開の日本映画、はい、僕らの7日間戦争をお送りしました。いやー、映画って本当にいいもんですね。さあ、ラジオカーの登場ですけども、今日は宮本なんですよ。今日は夏のレジャーにぴったりな場所をご紹介します。子供たちに混じってはしゃいできますというメッセージが来てますけど、はしゃぐ、どこにいるでしょうか。宮本ちゃん。はい、おはようございます。おはようございます。
今日この時間は広島市佐伯区由紀町多田に来ています。おこの辺りですね、涼を求めて訪れた子供連れのファミリーが多くて、うん、夏の由紀町って特に賑わっているなというふうに思いました。さあそんな今日はですね、今私たち雲出交流広場という夏のレジャーにぴったりな場所に来ています、うん、ここはですね釣り堀があったりとか、あと川遊びができるスペースがあったりとか、みんなでこう家族みんなで楽しめる場所で、今もね子供さんたちがすごくはしゃいでいる声が聞こえていると、うん、はい、聞こえます、楽しそう。ここですね、あの魚のつかみ取りができる池があるということで、今日挑戦してみようと思います。やった。つかみ取り。早速ちょっとお話をね先に聞こうと思います。はい。雲出を愛し守る会会長の太田正宗さんです。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。広さが1400平米あるという雲出交流広場なんですけれど、DIY で作られたんですよね。そうそう、あの この辺がですね、はい、この辺の集落がなくなりそうなことになったので。はい、それで私の本当の竹馬の友と2人で、はい、半年かけて3年前に作りました。なるほど。やっぱり夏休みが一番にぎわう時期ですよね。そうですね、まあ、市内に比べたら随分涼しいですし、ね、はい、今も子供さんたち魚つかみ取り挑戦してて、私ともちょっとやってみたいんですけど、コツは何ですか？コツはね、あの集中すること。集中する。はい、わかりました。じゃあ早速私池の中に入ろうと思います。よいしょ。池が10メートルぐらいの楕円形になっていて、わ、たくさん魚がいる。マスとちっちゃいヤマメ、あ、とあと鯉、鯉がいる。これヤマメを掴んだらいいですよね。ヤマメ掴んだ。はい、わかります。岩に今たくさんヤマメが集まってきてるんですけど、私が歩くたびに逃げていってます。ああ、いたいたいた。よっ、あ、全然ダメ、全然ダメ、早い。ああ。あ、もう、あの、全然つかめないですね。ちょっと、失礼します。よいしょ。子供、今のところ、あ、岩に手を突っ込む。あ、全然違う。全然ダメだ。ダメだ、やばい、やばい。じゃあ、ちょっとね、お子さんにお話聞いてみようと思います。今日誕生日のね、ちょっとね、諦めちゃう。諦めちゃう。はい、ひろとくん、お願いします、はい。はい、おはようございます。今日誰と来たの？今日、家族で来ました。家族で来たんだ。はい、魚つかみ取り初めて？いや。昨日も行ったんです。あ、昨日も昨日も行って、はい、取れませんでした。え、今日はこの辺にお泊まりしてるの？今日はあの古民家で泊まってました、うんうん、あ、なるほど。この後も頑張ろうと思ってる？はい。あ、ちなみに掴めた？あ、掴めはするんですけど、うん、すご逃げるんです。ですよね、わかります。じゃあ頑張ってね。ありがとうございます。いや、横山さん、淵上さん、頑張ってるよ。自分が頑張る。あ、じゃなかった、川村さん、失礼しました。ねえ、頑張ってる、ちょっと、はい、頑張った。もう一匹ぐらいいけるんじゃないですか、うん、チャレンジは。いや、ね、あのね、まだあと1分半あるからね、大丈夫だよ。あ、はい、本当ですか、わかりました。じゃあ、掴みますね。はい、いや、すごい速さで。飛び込め。あ、いや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 、足にヤマメが当たる。足にヤマメが当たる。あ、ダメだ。あ、ごめんなさい。もう子供に水をかけまくってる、私が。すいません、もう。ちょっとこれは難しいかもしれない。殿がうち。殿がうち。お母さん、機材を持ってますから。ダメ、ダメ、無理です、無理です。無理です。ちょっとこれはむずい。難しい。いや、難しいですね。でも、この方が上手いかもしれないですね。やっぱり上手らしいので、うん、はいはいはい、ちょっと後からもうちょっと見守ろうと思います。はい、わかりました。はい、びしょびしょです。一応あのラジオカーのフェイスブックとかツイッターとかチェックしてるので、あの飛び込んでる宮本という写真だけくださいね、ちょっとね。わかりました。飛び込め。いいです、大丈夫です、大丈夫です。楽しそうなの伝わってきました。ものすごい宮本、交流広場からお届けしました。はい、ありがとうございました。交流広場、楽しそう。すごい張り切って出ていたのね。今日由紀町行って掴み取りするんですよ、みたいな。はいはい、レジャー感満載な格好でね、うん、行かれて。私ほら夏に向けてだいぶ痩せてるじゃないですか、宮本ですけど、みたいな。すっごい今ダイエットしてるね。水着とかね、うん、来年の私本当脱ぎますよとかって言ってすごい言ってたもんね。楽しみですね。脱いだ、もう本当スタイル良くなったら脱げ、飛び込め、飛び込め。どういう役割になっていくんでしょうか。宮本由紀でした。卵とじうどんさんです、はい、さっきスーパーのトイレに行ったらウォシュレットが熱湯でした、うん、
設定を変えたのか、気温が高いからなのか、真夏の熱湯ウォシュレットも気持ちよかったです。うん、ウォシュレットに関してはその温度設定っていうことよりも強さ設定ですよね。ああ、まあね。確かに。あと、そのムーブっていうのを機械にさせるのか、自分がするのかっていうことですよね。それもありますね、うん。僕は基本的には自分でムーブして、もう針金のような溝、カー例のごとく。もう例のごとくと言わせていただきますけど、横山さんがですね、帰ってきてないんですよね。まあ、最近多いなぁ、間に合わないということがなぁ、こうやって急いでねスタジオに駆け込まれるということが増えてきたんですね。なんか分かんないけどパンばっかりもらってるでしょうから飲み物をつってお気遣いをいただいてしまいまして、本当、ね、皆さんのね、はい、ご好意に甘えてばかりで申し訳ないなと思いながらそうですね、はい、でもね、はい、出した手は引っ込めることがないっていうあ、どうそうですか、はあ、そうですかっていうのがもう手を先に出すっていうただ本当にお願いですから間に合うように帰ってきてください。いやこれね、ほらジングルが多分意地悪バージョンですよね。だから短いバージョンになってる。違います、本当だったらこのぐらいまではもうずっとおかしいおかしいおかしい、はい、そんなことないです。いや、まあディレクターチームとかもあ、そういうやり方すんのかみたいな。横山さんが間に合わないからジングルを挟むようになったんですよ。しかもそのジングルもだんだん長くなってるんですよ。うん、あれだと、まあ、今日の一曲かけるとかいろんなことができるはずなのにそんなことしません。なのにしないってことは、はい、ちょっとほらいただき物をどう分配するかっていうことに対してちょっと皆さんにそういったところでちょっとこう手心を加えたりとかして、はははは、なんかほら俺たちパーソナリティ人、まあ、簡単に俺に良くしてくれたらいいものいっぱいあげます最悪ですねそれを放送で喋ってるって、そうですよ手心を加えますよみたいなね。そうですね、ええいやでも本当お盆休みということもあって、うん、皆さんからいただくメールの話題の種類がすごく多いなと思います。今日メール祭りだって言ってたよ。そうなんです、はい、この時間はですねジャパネットお休みですので、うん、はい、メールたくさん読んでいこうと思うんですけど、はい、昨日の僕の作文、私の作文で読ませていただいた方の、うん、お子さんの親御さんからメールいただきました。はい、こいこい前田さんです。うん、昨日は僕の作文、私の作文で魚介類という言葉が苦手な娘を魚介類がいじっていただきたこ焼きパーティーのね、そう、はいはい、あ、そうです、うん、仕事から帰宅をすると横山さんにディスられとったわと妻が言いました、うん、ラジオを録音していたので家族みんなで何度も聞き返しました、はい、娘はラジオに流れたことが今年の夏休み一番の思い出ということで、うん、夕食後宿題の絵日記に取り掛かっていました、はい、今年はコロナの影響で2週間という短い夏休みになりましたが、うん、夏休みのいい思い出ができました。ありがとうございました。とんでもないです。わざわざお礼のメール、全然ディスってないですよ。もうリスペクト、リスペクト、うん、うん、そうですね。俺はだってタコが魚介類である、あ、正確には魚介類だけどほらほらほら、あること知らなかったからほら、何、どん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 大げさになってますよ。ギョギョそうですね、はい、でも喜んでくれたんです。よかったね。え、ただその2週間っていうのは短い夏休みで、うん、コロナウイルスでなかなかどこにも行けない状況の中で、はい、絵日記っていうのが難しいですよね。そうだね、書くことを探すのがね。うん、だってこの間今日の晩ご飯こうだったとかね、フェイスブックにもう泣き言書いてる人いたもん。ああ本当にあげることがありませんっていろんなことを探って探してやってきたけど本当にもうなくなりましたネタがって書いてる人がいて、わかるわかると思ってもう自由ですからねそこあれ絵日記みたいなもんだもんね、フェイスブック、ツイッターとか、まあ、インスタグラムとかね、見返すと面白いですしね、うんうんうん、それから、福山ぞっこんラブさんです。はい、息子が帰省しました。今年就職して自宅でテレワークをしていましたが、うん、6月に赴任をし一人暮らしをしていました。ちゃんと仕事をしているかなど心配をしていましたが元気に帰ってきてくれました、うん、帰ってきた息子は近くに住んでいる祖父母や弟の子供には会わないよと決めていました、はい、また県外に住んでいる祖母の家に一緒に行く予定でしたが祖母からも今年は帰ってこなくていいよと言われました、うん、
私もおばあちゃんの手料理を楽しみにしていましたが、この暑い中移動することも心配していました、はい、今年のお盆はゆっくりと過ごしています。うん、そうだね。さっきそれこそ横山詣とかの間にツイッターこうやって見てて、だから江藤愛ちゃん TBS のアナウンサーのが昨日リモートで墓参りしましたみたいな、オンライン墓参りしました、なんか日田市は今日も暑いみたいですみたいなことつぶやいてたけど、あこれどうやってやるんだろうなとか、あとほら Google マップで自分のふるさとのとこ見てこうやって手合わせたりとかする人がいるんだって ね、はい、ね、VR って言ってゴーグルをつけて、うんうん、はい、そしたらそのお墓の状況が、うん、本当もう自分の目で見ているかのように360度見えて、はい、どうするんだろうね、そのお化け側、その戻ってきた側、お盆に、ええ、例の方よね、例の方、ご先祖様の方、はい、とか VR で見られてること分かんないじゃん、だから全然見られてないと思ってすっごい油断してタバコ吸ってたりとかワンカップ開けて飲んでたりとかして、もっとまともなもんな持ってきてくれたらいいのなとか、いいなお前んとこはなんかそのすごいご先祖様を敬ってくれるじゃないかよとか、俺んとことか見てみろ、これ造花だぞこれお前とか、おきっぱだ、あともうなんかこの鼻入れるところの中もうぬる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 ってさもうあれをちゃんとやってほしいんだよな、お前んとこ綺麗じゃんなあ、俺んとこさもうほんと最悪、もう最悪みたいなことを喋ってるのを俺たち VR でずっとリモートで文句言ってるぞこれとかって聞こえる聞こえるって、そうですね、離れたとこから見られてるわけですよね、うんうん、でも逆もありますからね、私たちもご先祖様から、いやそうなんだよ、見守られてる、背後霊問題だよね、まあまあまあ、まあ、背後霊問題、まあ、うん、背後霊問題ね、うん、いやだからもうご先祖様が今の姿、今の俺だけは見ないでください、じゃあスタートみたいな何をみたいなことじゃん、何をスタートしたのかな、ね、分かんないですけど、ああ、まあ、見守られてますよ。カメラどう思います、その背後霊が見てるってことに対して、いろんな見られたくないことがいっぱいあるじゃないですか。まあ中にはね、うん、それはありますありますよね、はいはい、ああいう時はやっぱ背後霊に対して今だけちょっとこーらみんなこーらって言いながら物事をスタートさせたりしますか。あんまそういう生活やっぱしたくないので、しないように心がけてます。ああでも心がけてるけど、まあそうなることもあるじゃないですか心がけっていうのとまた違うところにそこがあったりとかするので、まあそうですよね、うん、そういう時はやっぱ自分の都合のいいように解釈するしかない。どうなんだろう、ほら死んだことがある人って知らないじゃないですか。そりゃそうですよ、ね、ええ、話を聞きたいよね、全部見てっからなっていうのか、いやあれさもう本当は全然見られないんだよねとか、うん、忙しくてさ、うん、こっちもさとかさ、行ったらさ天国とかにみんないるかと思ったら意外と閑散としてますって分かんないですね、うん、すぐ生まれ変わるかもしれないですね。そうなのよ、うん、待って待って、死んだと思ったけど俺どっかいますよ、待ってください、セミですか私次セミですかね私はみたいな、はい、そうですね、ことかもしんないよ、ね、分かんないですよね、うん、私学生時代に読んだ本で天国の本屋っていう 本があって、あでそれはその天国に行ったら、うん、生きている間と合わせて100年しかこの過ごせない。おーおーおー、例えば生きているのが28歳、うん、私が今亡くなったとしたら、うんうん、そしたらあと72年天国で過ごす、うん、で100歳になったら生まれ変わるはっていう物語で、うん、あなるほどな。で100歳を超えたらどうすればいいんですか。もう輪廻転生です。だから一回例えば105歳のおばあちゃんとかいるじゃん。はい。ああ。とか泉茂雄さんみたいな、はいはい、茂雄さん、はい、日本で一番の最高齢になりましたよ。やりたいことは何ですか。うん、年上の女の人に甘えてみたいってみんな死んだわみたいな名言がある。はい。うん、そしたらその方亡くなったら105歳で亡くなったら、はい、もう次5歳。で生まれんの、はい、うわやべえ義務教育始まるっていう状況でじいさんがもう始まんの、いやだわそれ、いやだわ記憶がジャングルジムとか気分悪いんじゃけどとか、なんかつよちゃんもういきなり生活変わったわってなるのなるんだと思います。もうその段階でその理論は崩壊した、はい、じゃあ5歳までのやつはどこ行ったんだってことだよね。まあそこはね、その精神の人間か、そうですねそこはまあファンタジーですからでもなるほどありえるかもしれないとも思いました、うんうん、なんか天国は天国でちゃんと街があって生活があるんですよ、うん、ああもうさあれだよね、はい、都合良すぎだよね俺たちねなんか帰ってきてくれてますかとかつってで、ね、なんかお父さんこうやってさ
迎え火とかをしとかないとさ、うちが分かんないかもしれないからさとかって、ちゃんとしといてよとかっつって、はあ久しぶりだねとかってビール飲んだりとかしてさ、はい、で、はいどうもっつって、また会おうねとかっつって話した後、はい、よしちょっと今からチンチンジルケ見んといてみたいな、なんかもう そことここはどうすればいいみたいなことじゃん。そこはもうご先祖様にお願いするしかない。そこはだから する前とかくるくる回ったりとかして、向こう、ま、背中にいる向こうの目を回しておっとっとって私だけ扉閉めてるとかしないといけないってことでしょ。そんなぴったりくっついてるんですか、ハイゴレってそんなに、もうちょっと後ろの方いるでしょ多分。もう把握しまってそこまで通りで最近肩重いなになりますよいやもう本当やめてください。今お盆休みで、はい、多分子供たちも聞いてるんですから。じゃあ子供たちに、はい、ハイゴレっていうのがいるからね。人間には必ずハイゴレっていうのがいて、守ってくださるね、うん、存在がね、で、あのいいことも悪いことも全部ご先祖様が見てくれてるからね、はい、うんうん、そうです、はい、だから、ね、誰も見てないよと思って、はい、そのちょっとズルしたりとか、うん、ちょっと手を休めたりとかすると、はい、見てる人がいるから、だからちゃんと、はい、お天道様は見てますよっていうことですからね。はい、はい、だからそれがいらない、それがいらない中学生以降になった時から気をつけてくださいってことです。なんでちょっと自分で言いたくなってるんですか真面目な話してたらちょっと最後茶化したくなるみたいな。今待ってたやつでもね、おいチンチン来いよ早くそれと来いよ早くっつってそれで終わっちゃうのかなって思ってますひらひらさんです。はい、ここ最近近所の道路でよく自動車学校の教習車を見かけます。夏休みを使って免許を取る学生さん多いんでしょうね、うん、教習所で練習するような S 字カーブやクランクなど実際の道路ではあんまり見ることはありません、はい、しかしそれらを上回る難易度を持つという話なのが RCC の駐車場という気がします、はい、うん、あの場所にスムーズに駐車できるようになるにはきっと熟練の技が必要なんでしょうね、はい、今日もよろしくお願いします。そうだね、俺も左隅っこガッツンガツンだもんね。いやーほんと狭いですよね、うん、出られないですよ、ね、俺ほんとあの修理代とか会社に出してほしいんだけど、あ無理じゃんとかって思って、うん、上の人たちがみんなさ会社の言いなりになって黙ってくからって調子に乗って岩垣のとこ止めさせられたりするわけで、ここに止めろっておかしいでしょって誰かが言うべきだし、まあ俺が言ってるんだけど全然動かねえからだったらもうあの岩垣をもうベルリンの壁みたいな、うん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 ってやるしかないよね。ダメですダメです、だってコツンってぶつけなきゃ止まれられないんだもん。そうですよね、うん、本当にギリギリ、ね、本当で出られないんだよ、ツードアの車とか横の車が近すぎて止めたはいいが、うんうんって 出られないんだよね、うん、怖いですよね、ぶつけたらぶつけたってなりますね、うん、あと一番怖いのは自分が止めた後両脇に止められて入れないっていうのが、あそれはそうです入れないの中に確かに自分が車ね買うとき RCC の社員だったら車幅がなーって、俺さうちの社員ってでっけえの乗ってるやついるけど調子に乗んなバカと思ったりするよね、うん、どこに止めるつもりで買ったんだよと思って、お前のせいで後ろどんだけ取れねえと思ってんだよ、しかも足回りとかいじってんじゃねえバカとかって本当思う。そんな社員がいるんです、ね、いるの、はい、そうです、ここに止めんのにこの車買うみたいな、うん、だから立体駐車場なのに2階建て家買いますみたいな、なんか待って待って頭が痛い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 ってなるよとかっていう感じの車ギリギリですからね、ギリギリ、あそうですか、そうなのよ、そうなんですよ、まあうちの会社のことをどれだけ言っても全然想像がつかないと思うけど想像の何倍もすごいと思いますいやそうやって言いますけど、はい、嘘ここ止めるんですかみたいな、相当な熟練された技が必要だと思います。すごいよね、はい、あとはね、はい、リュウ君ラブ、うん、僕らの7日間戦争時の流れ、もう32年も前の映画になるんですね、確かに同級生の中でも校則を変えるんだと籠城はなかったですが、学校のカバンを自由にとか署名活動して権利を勝ち取ったという話を思い出しました、はい、自分たちの思いを表からぶつけられるいい時代だったのかなと思い返し、まだまだういういしい頃の宮沢りえさんも見てみたいなと思いました。そうですね、確かに私が学生の頃って言ったら校則を変えるってなったらまず生徒会長になるみたいな、うんうん、すごいやっぱこう正規のルートというか、うん、そういう人がいて、うん、なんかもう反抗してやろうみたいな雰囲気では、うん、うちの学校はなかったんですよ。でもあれだったよね、だから多分この言う表と裏っていうのは、うん、表っていうのは直に面と向かって言うってことなんだろうね、はい、今はネットで言うっていう、だからもう
その犯人がわからないとか、怒ってんのか怒ってないのか実は分かってなくって、ただ冷やかしてるっていう人がいるとかみたいなことも含めて、うん、そういったのをうるわって多分思ってるんじゃないかなと。俺そういえば昨日ツイッターつぶやくときになんか設定があったんだよ。なんか返信できる人できない人、はいはいはい、なんか変わったみたいですね、ツイッターの設定がね。で押してみたの、はい、これどうなんだろうと思って、たらアップされたのバンって、たらあこれ誰も書き込めなくなってんだと思って、そうですね、何にも言ってくんねえんだけど、ちょっと今日の音欲しいの面白いんだけどとかと思ってたけど、何にも誰も言わねえから、あ俺がそういう設定にしたいとか反応が欲しいっていうね、ちくしょーと思って、あれ押すとこうなんのかと思って、はい、学びましたね、はい、もう一個 SNS がもう結構変わってますからね、え、なんかそのいわゆる個人情報を守りましょうとか、はい、その誹謗中傷とかの犯人が分かりやすくしましょうってことなんでしょう。うん、あとなんか自分の心をね、発信者側の心を守るためにとか、うん、はい、いろいろ幅広くなってますからね。もっとなんかわーって盛り上がるかと思ったらあったらあったら誰も何も言わねえんだけどおい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 と思ったら、俺がそういう設定にしてんのかと気づいてよかったですね、うん、あれでなんかつぶやかせといて腹が立ったらすぐブロックするっていうのが俺の釣り方だったからやり方間違ったと思って正解が設定がまだ分かんないんだよねと思ってそうです、はい、気づいたら変わってるもん、変わってるよね、変わってるもんだと思います、今の SNS というのとついていきましょうね、はい、はい、ということでこの時間はお盆のお便りフェスティバルでお送りしました、はい、まだまだお便りお待ちしています言うほど読んでないね御前様会議その2、毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週はパンダフルワールドでパンの話題満載でお送りしています。はい、ラジオネーム水亀うさぎさんです。うん、私が小学生の時に学校の社会見学で瀬野にあるパン工場に行きました、はい、工場内は焼きたてのパンの香ばしい香りがし、うん、ガラス越しにはベルトコンベヤーの上を美味しそうなパンが流れていました、はい、ただ見学した時間がお昼前だったので食べ盛りの小学生にはまるで目の前に餌を置かれお預けを食らった犬のような気分でした、うん、そして見学を終えた後にお土産でもらったアンパンを移動中のバスの車内でむさぼり食べながら、あーパンって最高と思ったのを今でも覚えています。小学校中学校の時に工場見学社会科見学みたいなのあったよね。ありました、うん、松田に行きました私。ああそう、はい、松田の工場っていうかなんか博物館みたいなところで車がいっぱい展示されてて、うんうんうん、はい、へえすごいなと思ったのと同時に、うん、一番記憶に残ってるのはそのお土産みたいな形で、はい、松田の多分ロードスターの模様のトランプをもらったんですよ、うん、はい、へえそれがすごい嬉しかった。俺多分取材行った時に、はい、磁石とかあるよね。あるかもしれない。あとトランプもなんかタラってやったら、はい、ドロロロロって後ろが動かない。え、そんなのあるんですか。ロードスターとかドロロロってなんかトランプバラッってやったら、あちょっとあのパラパラ漫画みたいな。パラパラ漫画みたいな。へえ、あでもそういうのだったかな。なんかあとそれこそクリアファイルのすごい、うん、なんかマスダコスモとかなんかああいうのがこういっぱい写真があるのをもらった記憶があった。っいい、薄暗いとこだよね展示室が、ね、そうです、おしゃれな感じで、おしゃれな感じだよね。洗練されてて子供ながらにかっこいいって思うんです、うん、いいね、艶だし地元に大手企業があるとね、うんうん、俺たちなんかわかんないけどモンドールサガとかでパン屋さんそれこそあこれ家族系のやつじゃないみたいな、なんかそういうところの社会見学だったりとか、あでもあの今日は誰々くんのお父さんの鉄工場見に行くみたい なんかあんな感じだった。でもその誰々くんちょっと照れくさいですね、うん、でも誇らしいですね。そうなんかあのなんだろう、あのスケバンデカみたいななんか鉄仮面みたいなしてビーってこうなんか火をビーってやってこう金属こうねこうやってなんかでも大人に見える ねああいうのとかやってるの見てうわかっこいいとか、あとあの手袋ってなんか厚さとか大丈夫なんかねとかさ、はいはいはい、工事現場で使ってるようなやつとか、あんなんとか見てたよ ね大人の世界チラ見っていう感じしましたよね、うんうん、そう意外と記憶に残ってるものだなと思います。テンション上がってた、ね、社会見学、はい、秋生まれのおばちゃんさんです、はい、食パンを焼くときトースターが当たり前ですが、私が子供の頃は食パンを焼くときはパンを縦に入れて焼き上がったら上にポンと飛び出てくるパン焼き器でした、うん、幼い頃はあのポンっていうのが面白いというよりはなんだか怖くて
びくついていた記憶があります、はい、今でもポップアップトースターという名前で売られていて、うん、焼き加減が何段階もあったり冷凍のパンも焼けたり、はい、デザインもおしゃれなんですよね。今のトースターを買い替える時が来たら次はそのポップアップトースターにしてみようかしらと思う私です。あ、多分あれじゃないですか、こうやってメールいただかなくても広島中の方が知ってるんじゃないですか、ね下にこうしてポーンと上がってくるのが昔はそうだったっていうことと、はい、今も何気に売ってますっていうことですよね、はい、なんかまたあのでもおしゃれになってますもんね、はい、多分言われなくても広島中の方がそうだよっていう話じゃないかなと僕はちょっと思いながら、はいはい、そうですね、なんだろうなこのザラッとする感じはと思いながらしました、しましたね、はあ、私でも憧れでしたポップアップトースター、まだ続きますからね。いや、わかる。あの、両面がちゃんと焼けるんだよ。はいはいはい、はい。今のトースターは、片面しかちゃんと焼けないの。あー、そうですね。うん、上側が結構焼けますもんね。うん、だから俺はだから、ピザっていうところを押すの。ほうほう。だから意外と上も下もカリッと焼けるの。へー。だけど、トースト1枚とか、トースト2枚とかいうところを押すと、ちょっと焼き加減が、下が弱いんだよね、と思って。途中でこう、ポンってひっくり返したりとかしないと。はい、手間かかっちゃう。手間かかっちゃう。だけど、ポップアップトースターだったらもう両方とも行って、で、熱くなったら、ぴょーんって上がってる。黒焼き一発みたいに、ぴょーんって上がってる、はい。でも子供ながらにあれはなんか、ドラマか何かで見てて、うん、そんなのがあるんだって、憧れてました。うちにはなかった。ポップアップトースターね。ポップアップトースター。学びました。多分広島じゃみんな知ってんだと思う。言わなくても。あとはね、はい、桃口山へ。普段は最初から切ってある食パンを食べますが、はい、誰かからもらったり買ってきたりした一本の食パンを自分で切って食べることがありますよね、はい、でもうまく切れないんです。あ、どうしても切り口がギザギザになってしまったり左手でパンを押さえながら切るので潰れたり曲がったりします。わかる、はい、せっかくのパンにもったいないことをしている気がするので綺麗に切れる方法を知りたいですっていうことで、あ、 YouTube ご覧になっていただければと思います。ね、歯が、うん、歯がね、バカなんですかね、この人はね。知らないですかね、YouTube とかの存在を。あとネットとかで、あとヤフー知恵袋とかで聞けばわかると思います。いえ、そんな、ラジオですから。ヤフー知恵袋に横山ってバカなんですかみたいなのが、そうではないと思います、みたいな。いろんな、みんなが、いろんなことを相談してみたいです。そうですか。このご先生会議みたいに、ね。はい、そうですね。あの、わかんないことがあったら、ヤフー知恵袋にお願いします。いいじゃないですか。ラジオに送ってくれても。やすべ。私は高校の食堂でパンの販売の仕事をしています。へえ。おしゃれな感じのパンではないけれど、はい、安定の生徒さんの高校での思い出の味になったらいいなと思って売っているんですよということで、はい、あります。あの今日の横山さんのマンハッタンみたいな存在が私にもあって、はい、高校時代本当にあの学食で4時間目が終わったら、うん、あの売られてたパン、はい、いっぱいあったんですけど、その中でもうさぎパンっていうのが私の、はい、高校で結構もう人気で、今喋りながら出してやったぜこの話みたいな感じになってますよね。本当ないです。撮ってましたけどもみたいな。カニパンとかいろいろありますけど、ウサギパンってありますよ。ウサギパンっていうのがあって、ウサギパンっていうのがあって、あのウサギの形をしてるわけじゃなくて、うん、本当丸いんですけど、はい、生地はちょっとこうもっちりみたいな感じで、うん、中にチョコチップが大量に詰めてる。チョコじゃないんです、うん、チョコチップなんです、はい、ぎっしり。でそのこうカリカリっとした食感だったりとか、うん、そういうのがすごい好きで、なんでウサギパンっていうかというと、そのウサギの糞に似てるからっていう、うん、ああなるほど。なんでウサギパンウサギパンって言われてて、じゃあ俺はちょっとウナギパイの話をしていいですか。夜のお供ウナギパイっていうのがあるの知ってます。パイパイパイパパイパイパピーっていうのですけど、違います。これが言いたいだけなんですけど。あ、終わりですか。はい、あのすごい美味しくって、食べていると側から外れていくっていう、はいはい、うなぎパイ知ってます、ね、はい、わかります。うなぎパイです、はい、側から外れていくで言うと、ホームパイとかもそうです。あー、そう、ホームパイ、でホームパイ分厚いんだよね。うなぎパイはちょっと薄いです。薄いです。でうなぎパイちょっと下ネタ書いちゃってとかするんだよね。本当って思いますけどね、見るたびに、うん、ってなんかそれを食べてるとこ見たいなってとかみたいなのがあったりしますよね。あ、そうですかね、うんうん、パイ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 だから違うんです。いっぱい読まなきゃねって言ったよね俺たちね。CM 中に今日はお盆で聞いてる人多いからいっぱい読まなきゃねって言って、ね、ふざけるのやめようねって言ったよね、お互いに言ったよね、はい、言い合いましたよね。猫耳親父から、はい、1年ほど前に奮発して高級トースターを買いました。おー、このトースターで焼くと外はサクサク、中はもっちもちで、とても美味しいトーストができます。はい、で、4つ切りのパン、まあ、さいの目に切れ目を入れてあらかじめ冷凍したものを焼くこともできる。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、
そうすることで中に水分を余計に閉じ込められてもちもち感が増して美味しく焼き上がったりするんですよ。今トースターは増えてますね。こだわりのトースターです。ありますね。ジャーとかトースターとか、はい、こんなことできますよって言うけどほとんど使わないみたいなことですよね。意外とね、あのテレビのリモコンとかと一緒ですよ。いっぱいボタンがありますけどほとんど使いません、はい、と iPhone とかもね、携帯電話もいっぱいありますけど意味がわかりませんみたいなことだったりとか、ね、その時にねジャパネットの馬場さんみたいな存在がいてくださるとまた心強いんですけどね。馬場、ちゃんがね今ねちょっと休業してますからね。ちょっとね休、まあ、お休み中ですよね。お盆休みで、ね、韓国ドラマはもう帰ってこなくてもいいですけどね。いやいやいや帰ってきてほしい。寂しいです。多分ね今日は油断して聞いてないと思うんですよね。ずっと休んでくる喋んねえなあいつらと思ってても油断して聞かなくなってるんですよ。だからあーそうですかね。喋ってます喋ってま す、しっかり喋ってます。ローズ姉さん、はい、私が学生の頃母親がお弁当にサンドイッチを1ヶ月に1回ぐらいの割合で作ってくれていました。で具材はキュウリのスライスと薄焼き卵のみなんですが、はい、お弁当の時間にそのサンドイッチを食べようとするとパンがキュウリの水分を吸ってベチャッとしていて、おサンドイッチにかぶりつくとキュウリの水分が滴り落ち、はいはい、食べられたものではありませんでした。なるほど。朝起きてテーブルの上にありサンドイッチが置いてあり今日のお弁当はサンドイッチだぞという母のドヤ顔を見るとその日はとてもブルーになっていました。そのせいかどうか分かりませんが私はサンドイッチを大人になってから作ったりコンビニで買ったりすることがあまりありません。あ、まあ、食べる時のことまではね、うんうん、お母さんは確かに想像できなかったし、まあ、なんだっけマヨネーズとか、はい、マーガリンとか、ああいうので防水をパンにしたりとかしなきゃいけないっていうが、ちゃ言うてもねってことよね。濡れますから ね、はいはい。私も最近ハマってます。卵焼きサンドイッチってコンビニに売られてて、その卵、ゆで卵は挟んでるんじゃなくて、卵焼きとケチャップとかが挟んでます。これがすごい美味しくて、最近はそれをすごくいっぱい食べてます。へ、3日のように。どんなのか分かんない。いいです。じゃあ、いや、そのこれに関しては私が買ってきます。卵、卵とケチャップがどんなんですか。卵焼き、卵焼き、卵焼き、どんなやつですか。卵焼きって分かんないですか。下も卵買って自分で焼いてください。あのリスナーの方に言いたいんですけども、今日は早めに帰れますから遅いともう間に合いません。昨日くらいの時間にパン持ってこられたら誰も取れなくて、受け取るのが火曜日になってとかする可能性があるので、いいんです、もう来るなら急げ。来ないならもうストップ。さすがに怒られます。さすがに怒られます。これだけいただいておいて ね、はい、チューバ奏者、はい、バイキングなどの大勢で食べる時のサンドイッチって金属製のプレートに盛り付けてある場合が多いですが、カンパーニュと言われる大きな丸い田舎パンをその中をくり抜いて容器にして、その中にサンドイッチを盛り合わせて出てきたことがあります。ああね、パン自体がお皿のように使えるんだと初めてのことだったので少しびっくりしました。盛り合わせてあったサンドイッチはくり抜いたパンを使っていましたよ。でっかいパンの真ん中をくり抜いてそのパンで作られたサンドイッチが中に入れてある。すごいですね。パンの中にパンがあるだよね。パンインパン、うんうん、だからほんとリアルパン祭りだよ。そうですね、まあ、いろいろパンの世界もね今広がってますもんね。はい、今週はパンダフルワールドでお送りしました、はい、それでは来週のテーマを発表します、うん、夏休み中の子供たち大好きな漫画やアニメを見て過ごしているでしょうね。大人の皆さんも好きな漫画やアニメってきっとあるはずと思います、うん、そこでそこから学んだこともあるのではないでしょうか。来週のテーマは漫画に学んだ人生訓です。はい、皆さんが漫画やアニメから学んだことを教えてください。例えばアニメ版ドラゴンボール Z では孫悟空とピッコロが自動車学校に免許を取りに行くという話があります、うん、悟空には筋斗雲という空を飛べる雲があるのに、やっぱり運転免許って持っておいた方がいいんだなと子供ながらに思いました、うん、いやこれはねでもやっぱヒーローものに学ぶべきものがあるんですよね。これは仮面ライダーが無免許だったってところから始まると思うんですよね。彼らは怪人を助す、ね、やっつけて我々助けてくれますけど、はい、免許にはちょっと免許センターに行ってないので、それに関して言うと止められたら多分やばいと思うんですよ ね、 そうですよね。でしかもそれは服なのか裸なのかっていうところも含めて相当怒られると思うので、でしょうね、うん、はい、
だから多分ドラゴンボールとかも一応免許取らしておこうみたいなことだと思うんですよ。あ、一応、あ、まだ後から理由付けとくみたいな、うんうん、後付け的な取ってますけどみたいなことですよ。じゃあもう本当世間がこの後スタッフが美味しくいただきましたみたいな感じよね。なんか言われたのかもしれないですね。守りに入ってますよね。辻褄合わせで使ったなど、はい、ということで来週はですね、皆さんが漫画やアニメから学んだこと、漫画に学んだ人生くんでお便りお待ちしています。さてさてということで、この時間になりますとクイズのおさらいと当選者の発表ですけども、今日は私から、はい、パンにまつわる話、パンダフルワールドで問題を出しましたけども、高校生の時にマンハッタン、正確にはメンハッタンですけども、あんま変わってないですけど、メンハッタンです。 G がついてるんですね、うん、T-A-N-G 最後マンハッタンです。え、うん、横井さんの中ではそうだった、うん、チャンガっていうので一緒ですね。イテウォンクラスで言うとね、チャンガとは違います。チャンガはだって最後 A、 セロイチャンガですね。マンハッタンガですね、はい、違います。で2つ持ってるときはマンハッタンがメンヘッタンガになります。ちょっと複数形になります。はい、その話をしたときに、うん、サブが大喜びだったのでもう一回しとこうって、ね、はい、そうですね、あのいい放送であったっていうふりをしよう。今日のホームラン的な、今日受けたところを最後に入れとこうっていう、パラッパッパパパパパパパってこうやっていつもごまかしてるんですよ。そうですね、はい、でこのマンハッタンがですけども、これをね僕はもう楽しみにしてたわけですよ、はい、高校生の時に、うん、でそのチョコレートコーティングのパンなんですけど、はい、で、このマンハッタンに僕は鍛えられたと思ってることが、それは一体どんなことかですけども、そのマンハッタンが運ばれてくるパンのトラックの音が聞き分けられるようになっていた、はい、すごい、うん、すごいですよね、はい、聴覚がとにかく鍛えられたと。そういうことですね。はい。じゃあ今日は富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋。ラジオネームお父さん、白木のトンちゃんさん、福山ゾッコンラブさん、3人の方にお送りします。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。音がわかるというところで言うと、ほうほうほう、ラジオネーム袋のひげさんです。いつも楽しく聞いています。40代の男です。うん、先ほどマンハッタンが好きすぎてトラックの音を覚えてしまったというお話がありましたが、うちの子供も通っていた小学校が近くに新幹線の駅があるので、うん、新幹線がトンネルを抜けてくる音でドクターイエローがわかる、と言っていました。なかなか通らないですよね。でも空気が弾かれるからわかるかもしれないね、どのぐらいのスピードで来てるかとかが、でも普通の新幹線とね、うん、構造はそんな変わんない気がするけど、色は違いますけどね、うん、見た目では。でもほらちょっと靴べらみたいな形になってる分があるじゃない、はい、あの久保田かなの顎みたいな感じになってる分。いやそれは全然そっち思わないですけど、そうかな。あと、はい、なんかほら小玉とかだと縁紙の花みたいな感じ。そんなことないです。そんなことないです。すいません、ぬぼっとしてて。ぬぼっとしてない。あんな感じの、いやいや、ぬか、はい、トンネルとか入っていくときバーンってな空気を圧縮するから、先が違うとね、先っちょが違う、だからね、なんか口紙先の顔みたいな。そんなことすいません、なんかちょっとだらしない顔、ね、なんでですか。久保田からのあいーみたいな感じの感じ。ひどいひどい、違います。違うんだと思います。あ、そうなんですかね、はい、でも音が変わる、違う、最後の何秒かがちょっと面白いといい番組だった気がする。それは気がしてるだけです。ごまかせたかな、どうなのかな、こんがり遠く焼けたから。また来週。さらば。